一つ目、千葉県茂原市女子高生失踪事件。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日は何のお話を聞かせてくれるのかしら？そうだな。霊夢、神隠しって信じるか？あの突然いなくなるやつ？そうだ。あんなの映画や漫画の中の話でしょ？それが現実の世界でも起こることがあるんだぜ。そうなの？そして今日紹介するのは日本で起こった事件。実はこの事件も神隠しではないかと騒がれたんだ。事件が起こったのは2013年7月、千葉県茂原市に住む、高校3年生の A 子さんが学校に行ったっきり行方不明になったんだ。学校には行っていたの？ああ、行っていたぜ。A 子さんがいなくなったのは学校からの帰宅途中なんだ。彼女の自宅もより駅の防犯カメラに姿が映っているのが確認されているぜ。ということは自宅の割と近くでいなくなったってことね。そうだな。そして A 子さんが帰ってこなかったため、翌日親は学校に休むという連絡を入れたんだ。娘が帰ってこないのに、あんまり焦っているようには思えないわね。もしかしたらちょっとした家出くらいに考えていたのかもしれないな。よくあることだったのかしら？しかしその日も結局 A 子さんは家には戻らなかった。さすがにこれはおかしいと感じた両親は警察に A 子さんの捜索願いを提出したんだ。何かの事件に巻き込まれているかもしれないものね。実際に茂原署の副署長も事件のことを振り返ってこう言っている。若い女性が夏の時期に姿を消したため、当初は拉致されたり性犯罪にあったことを想定しました。あの地域は特別治安が悪いわけではないが、泥棒やひったくり、また性犯罪もポツポツ発生している。お金も持っていませんでしたし、何らかの被害に遭っている可能性は十分考えられました。じゃあ A 子さんは誰かに誘拐されたかもしれないってこと？その可能性もあったが、身代金の要求など、犯人からの連絡が一切なかったことから事件性は薄いとされたんだ。なるほど、それじゃあやっぱり家出なのかしら？その後も A さんは家に帰らず、目撃情報も寄せられることがなかった。そこで A さんが失踪してから1ヶ月近く経った頃、警察の公開捜査が行われることになったんだ。1ヶ月も行方不明のままだったのね。そうだ。そこで31名体制で裏山の捜索が開始されたんだ。すごく大掛かりな捜索だったのね。しかしそれでも A 子さんは見つからず、警察も人数を増やして捜索を続けたんだ。それで A 子さんは見つかったの？いや、結局 A 子さんを見つけ出すことができず、捜索は3日で打ち切られたんだ。え、たったの3日間だけ？それがこの事件の不可解な点の一つなんだ。どうして警察はたった3日間だけという期間で捜索を打ち切ったのか。A 子さんの親からしたら納得できないでしょ。そうだろうな。しかし警察の聞き込みや公開捜査によっても A 子さんの居場所や足取りが一切わからなかったことから、ネットでは多くの推測が飛び交っていたんだ。推測？彼氏の家にいるのではないか？タイムスリップでは？神隠しにあったといった内容だ。確かにここまで手がかりなく消えてしまったのなら神隠しを疑ってしまうのも無理はないわね。そして A 子さん失踪から78日が経った日、事件は急展開を迎えることになる。何があったの？ A 子さんが発見されたんだ。よかった、見つかったのね。 A 子さんを見つけたのは茂原市に住む70歳の男性だ。 A 子さんはどこにいたの？ A 子さんがいたのは自宅近くの神社にある社の中にいたんだぜ。社の中？そんなところめちゃくちゃ狭いんじゃないの？そうだな。中は3畳ほどで人が住めるような広さではないだろう。というか、社に入ることってできるの？普通は鍵とかかけてありそうだけど。そうだな。 A 子さんがいた社も南京錠がかけられていたんだ。 A 子さんは扉の下にある板を外して出入りしていたんだぜ。そんなところにいたら見つけられないわね。そうだろうな。まさか数ヶ月もの間、女子高生が社にいるなんて誰にも想像できないだろうな。この男性はよく A 子さんを見つけ出すことができたわね。男性は年に2回のお供え物の鏡餅を交換するために社に行った時に A 子さんを発見したんだ。じゃあたまたま発見できたってこと？そうだな。しかし男性が連れていた愛犬だけはずっと気づいていたようだぜ。そうなの？ A 子さんが発見される何日も前から社に向かって吠えていたそうだ。きっと中に誰かがいることがわかっていたのね。それで A 子さんは無事だったの？かなり衰弱しているようだったが、ちゃんと生きていたぜ。それはよかったわ。発見時、A 子さんは失踪した時と同じ制服を着ていて、シャツやカバンは泥まみれだったそうだ。ということはずっと一人で隠れていたってことかしら？おそらくそうだろうな。そして A 子さんは声も出せないほど憔悴しきっていたのに加え、かなり痩せ細っていて手足の骨も浮かび上がるほどガリガリになっていたんだぜ。かわいそうね。
体重も失踪当時の45キロから31キロにまで減っていたぐらいだからな。31キロほとんど何も食べていなかったの？ああ、八代の中にはコンビニの袋やペットボトルなど何か飲食物を購入した痕跡は一切見られなかったんだ。じゃあ最初から何か食べ物を準備していたとか？それもないな。失踪した当時、A子さんが持っていたのは所持金1500円とその日に学校で収穫したトマトだけだったんだ。じゃあそれを食べながら飢えをしのいでいたってことなの？最初のうちはそうだろうな。しかし彼女が失踪したのはちょうど夏真っ盛りの時だ。野菜なんてそんなに日が持たないだろう。確かに。それじゃあ80日近くも何を食べていたっていうの？どうやら社の裏にあるみかんを食べたり、近くの畑の野菜などを食べていたようだ。飲み水も近くの駐車場の水道水を飲んでいたんだぜ。ギリギリの生活をしていたのね。それで A 子さんはどうなったの？保護された A 子さんは自分の力で歩くことができたらしい。しかし医者からはあと1週間発見が遅かったら命はなかったと言われたそうだ。この発見者の男性は命の恩人ね。しかし無事に戻ってきた A 子さんだったが、精神状態はかなり良くなかったんだ。どういうこと？警察からの問いかけにほとんど答えることがなかったんだ。もしかして記憶喪失だったとか？いや、失踪中や失踪前の記憶もしっかり残っていたんだが、答えようとしなかったんだ。どうしてなの？さあな。それがこの事件の謎なんだ。それでも連れ去られたり、事件に巻き込まれたのか？という問いかけには首を横に振ったそうだけどな。じゃあやっぱり自分の意思でいなくなったってことなのね。そうみたいだな。一体どうしてこんなことをしたのかしら？それもわからないままなんだ。一説には進路に悩んだ末、家出をしたのではないかとも言われているぜ。確かに将来のことを決める大切な時期だからね。しかし、それ以外の理由も考えられているんだ。それ以外の理由？実は A 子さんの母親はある宗教を熱心に信仰してたんだ。そして再婚した父親もそこで出会った人物で、連れ子の兄弟もいたんだぜ。なるほど。宗教的なことが絡んだ家族の問題だったのね。その可能性は大いにあるな。その宗教に親が入信していたため、A さんも2世として扱われていたんだ。でもそこまで悩むことなの？あくまで聞いた話だが、その宗教では教祖が決めた相手と結婚しなければいけないという決まりがあるそうだ。なるほど。確かに思春期の女の子にとっては辛い話かもしれないわね。実際、親がその宗教を信仰しているため、男女で抱き合ってはいけない。好きなクラスメイトと手をつないではいけない。という決まりに悩んでいる子供もいるみたいだぜ。親が信仰しているからって子供にも影響があるのは少し考えものね。まあいろんな考え方があるからな。でも教えが嫌で家出をしても結局は家に連れ戻されてしまうことが多いようだぜ。難しい話ね。A 子さんはそれが原因で失踪したのかは確かではないんだけどな。中にはタイムリープをして世界を救ったのではないか、という人もいるんだぜ。まさに映画のようなお話ね。二つ目、東大阪集団暴行殺人事件。事件のきっかけになったのは、大阪府東大阪市の大学に通う二人の友人同士によるトラブルだった。二人の名前は藤本彰子と徳光優太といい、同じサークルのメンバーでもあったんだ。どんなトラブルが起こったの？当時藤本が交際していた女性に、徳光がメールで言い寄るようになったんだ。あ、なるほど。自分の彼女に徳光が言い寄っていたことを知った藤本は、徳光に怒りを覚えた。確かに友達が自分の恋人に手を出してたら怒っちゃうわよね。それに加えてその時藤本は彼女との関係もうまくいっていなかったから、余計に怒りが増したんだろうな。そうだったの。そうして2016年6月15日、藤本と徳光の間で喧嘩になったんだ。一人の女性を取り合って喧嘩するなんてドラマみたいね。いや、実際にはそんないいもんじゃなかった。怒りが収まらなかった藤本は翌日も徳光のことを呼び出したんだ。不審に思った徳光は友人の佐藤祐樹に相談し、彼と一緒に待ち合わせ場所に向かった。確かに一人で行くのはちょっと怖いかも。二人で待ち合わせ場所に向かった徳光と佐藤だったが、そこには藤本を含めて5人の人間がいたんだ。藤本も仲間を連れてきていたってこと？そういうことだ。こうして5対2という形で徳光と佐藤は藤本たちに集団暴行を加えられたんだ。ちょっと、明らかにそれはやりすぎじゃない？藤本と徳光の問題だったんでしょ？それほど藤本の怒りが深かったということだろう。暴行を受けた二人はさらに他の場所へと連れ去られそこでしばらくの間監禁されてしまうんだ。どんどん大変な話になっていってるわね。それからしばらくして、藤本の仲間の一人である岩上哲也という人物がヤクザの名前をちらつかせながら、徳光と佐藤に対して50万円を脅し取ろうとした。暴行に拉致監禁、加えて恐喝って犯罪のオンパレードじゃないの。ちょっとした友人トラブルがこんなことになるなんて。まだまだ事件はこれからだぜ。そうなの？
ヤクザの名前を出されて恐喝を受けた徳光たちは、古くからの友人である小林雄二と広畑智則に相談した。また登場人物が増えるのね。小林と広畑は昔から不良のリーダー的存在で、徳光たちから話を聞くとすぐに藤本たちに報復することを決意したんだ。最初は藤本と徳光の間のトラブルなのにどんどん大きくなっていくわね。そしてこの小林という男が危険な人物で、周りからは怒ったら何するかわからず、とにかく怖いと恐れられていたんだぜ。たまにそういう人いるわよね。絶対に怒らせないようにビクビクしながら接しているわ。そして6月19日、小林たちの計画が実行される。一体何をするつもりなのかしら。まず、藤本と岩上に慰謝料の50万円を払うと伝え、二人を呼び出した。そして徳光たちと一緒に岡山までお金を取りに行くことになったんだ。え、大阪での話だったんでしょ？どうして岡山に行くことになるの？それは小林が岡山に土地勘があったからだ。なるほど、そういうことなのね。そうして藤本、岩上に加え同伴した会社員と、徳光、佐藤の合計5人で、大阪から岡山へ向かった。そして岡山に入った時、作戦が始まったんだ。何が起こるの？突然佐藤がトイレに行きたいと言い、近くの空き地に向かったんだ。空き地に入るとずっと後をつけていた小林や広畑たちが藤本や岩上を取り囲んだ。取り囲んだって、結構人数がいたってこと？そうだ。この時小林や広畑を含め7人の男がその場にいたんだ。完全に前とは逆のパターンになったってことね。そういうことだ。こうして小林の指示のもと、藤本たちに対して集団リンチが始まったんだ。大勢で少人数の人間に暴行を加えるなんて恐ろしい話ね。間違いないな。それにこの時は鉄パイプやバットなどを使って暴行が加えられたんだぜ。死んでしまうでしょ。おそらく小林は最初から藤本たちを殺すつもりだったんだろう。暴行を加えられた藤本や岩上はすぐに顔が腫れ上がっていったんだ。そんなになるまで人を殴れるなんて考えられないわ。普通はそんなことできないだろう。当事者である徳光や佐藤はあまりの光景におじけづいて見ていることしかできなかったぐらいだからな。私だったら見てることすらできずに逃げ出すと思うわ。しかし小林たちはそれを許さなかった。どういうこと？見ているだけの徳光たちにバットを渡し、藤本たちを殴れと強要したんだ。誰のためにやっとると思うとんねんと言ってな。そう言われてしまったらどうしようもないわね。そうだな。だからためらいながらも徳光や佐藤も藤本たちへの暴行に加わったんだ。二人ももう後へは戻れなくなったのね。それで、その後どうなったの？しばらく暴行を続けた小林たちだったが、途中で暴行現場を見られてしまったために場所を変えることにしたんだ。そんな現場を見てしまった人はトラウマでしょうね。そうして小林たちが向かったのは産業廃棄物処理場だった。廃棄物処理場ってめちゃくちゃヤバそうじゃない？そこで再び藤本と岩上に対するリンチが行われた。さすがにこのままでは二人が死んでしまうと不安になった徳光たちは、小林を止めようとした。もっと早いうちに止めないとダメでしょ。その通りだな。しかしもう後戻りができないところまで来てしまった小林は、仲間に指示して重機で穴を掘らせたんだ。嘘でしょ、その穴ってまさか。その後小林は藤本に同伴していた会社員に鈍器を渡し、藤本を殴らせた。仲間に殴らせるなんてむごいこと考えるわね。それだけじゃない。さっき掘った穴に、藤本を落とすように指示したんだぜ。恐ろしすぎる。最後の最後を相手の仲間にさせるなんて。最初は断った会社員だったが、断れば自分も殺されると判断した会社員は藤本を穴に突き落としたんだ。どの選択をしても地獄を見ることになっていたのね。穴に落とされる前藤本は、お願いやから殺さんといてと泣きながら懇願していたそうだ。辛くて聞いていられないわ。その後穴に向かって石やコンクリートを投げ入れ、最終的に藤本は生き埋めにされてしまったということだ。大学生のちょっとしたトラブルから始まった事件よね。信じられないんだけど。ああ、全員が後戻りすることができなくなってしまったんだろうな。藤本は埋められたけど、岩上はどうなったの？岩上は借金付けにするためにヤクザの元へ連れて行かれたんだが、突き返されてしまったため、藤本と同じ場所に埋めることになったんだ。また生き埋め？そういうことだ。小林の行動が恐ろしすぎるわ。一方、会社員の男性はしばらくの間監禁された後、口止めと恐喝をされつつも解放されたんだ。命が奪われなかったのは良かったけど、この人も一生引きずるトラウマになったでしょうね。そうだろうな。会社員は解放された後すぐに警察に駆け込み、今回の事件が明るみになった。まあ普通はそうするでしょうね。そうしてたちまち小林をはじめとする事件に関わった加害者が逮捕されていったんだ。もちろん徳光や佐藤もな。最初は誰もこんなことになるなんて思ってなかったでしょうね。そうだろうな。
裁判の結果、事件の主犯格だった小林には死刑が言い渡された。事件の凶悪性から考えると仕方ないわよね。今回の計画を考えた広畑には無期懲役。事件の発端となった徳光や佐藤にはそれぞれ懲役11年と9年が言い渡されたんだぜ。こんな大きな事件が、大学生の喧嘩がきっかけだなんて信じられないわ。三つ目、名古屋大学女学生殺人事件。この事件は2014年12月7日に、愛知県名古屋市で、名古屋大学の女子大生が、知人女性当時77歳を殺害した事件だぜ。正確に言うと、この女子大生が、過去に起こした一連の事件も全て含めた名称だな。一つの事件だけじゃなかったのね。それよりもこの事件の名称長いわね。別の呼び方はないの？そうだぜ。この女子大生、大内マリアはこの一件以外に、タリウムを飲ませたのが2件、放火関連で2件あるぜ。実際に人が亡くなったのは1件だけだが、どの事件も亡くなってもおかしくないくらいのものだったんだぜ。ちなみに、別名タリウム事件とも呼ばれているぜ。全部で5件も一人の女子大生が起こしたとは思えないわ。この大内マリアってどんな人物なの？そうだよな。でも、これが真実なんだ。じゃあまずは、女子大生大内マリアの生い立ちから紹介するぜ。大内マリアは、1995年10月5日に、研究員の父親と、政教職員の母親の娘として宮城県仙台市に生まれたんだ。父親が研究員だなんて、なんだかお金持ちそうね。おい。二つ年下の妹もいて、大内マリアが家族の中で一番信頼していたんだぜ。4人家族って、なんかいいわね。幸せそうだな。そんな幸せ家族の一人である大内マリアは、小学生時代からサイコパス、と言われることがあったんだぜ。小学生の女の子がサイコパス？一体、何をしたらそんな言われ方をするの？それは、死や殺人に関する発言が多くて、殺人犯を擁護するような発言もしていたからだな。ただ、意外とサイコパスと呼ばれる人は多くて、日本ではおよそ1200万人いるんだぜ。そうなのね。そうすると、大内マリアだけが特殊ってわけじゃないのね。だけど、いつから死に対して関心があったの？小学4年生までは、死に対して漠然とした恐怖を抱いていたんだ。ただ、未だに明らかにはなっていないけど、小学5年生になった時に、恐怖の対象であった死が興味のある対象に変わったんだぜ。何があったのか気になるわね。そうだな。しかも、小学6年生の時は、担任教師が気に食わず、嫌がらせをしていたんだ。どんな嫌がらせをしてたの？担任の給食に放酸を混ぜようとしたんだぜ。混ぜようとしたって？実際は、放酸を預けていた友達がなくしてしまい、代わりに、消しゴムのカスやホッチキスの芯を混入させたんだ。幸いなことに、担任教師は怪我をすることはなく、事件にはならなかったんだぜ。悪質すぎるいたずらね。中学生時代で不登校の期間があって、その時期に神戸連続児童殺傷事件を起こした。榊原生徒に熱中するようになったんだ。あの悲惨な事件ね。この時期には事件は何もなかったの？事件というか、ネットでナイフを購入していたことに対し、両親は気づいていても、思春期特有のものではないか、と、特に深く考えていなかったんだぜ。確かに、そう考えてもおかしくないわよね。あ、家族に対しては自分の気持ちって何も言ってなかったの？実は、信頼していた妹には、殺人願望があることを明かしていたんだ。そうだったのね。そこまでの信頼があるなら、きっと妹には手は出さなかったんでしょう？そんなこともないぜ。実際、妹は暴力を振るわれたり、前振りもなく、鎌やナイフを出されたり、と危険を感じていた時期もあったんだ。なんで信頼してる妹にまでそんなことするのかしら？信頼しているからこそ、だろうな。自分の感情を抑える必要がなかったんじゃないか？なるほどね。高校生になった大内マリアは、今までの見た目とは反対に男っぽい見た目になったんだ。もともと運動が得意だったこともあって、周りからはスポーティーな女の子と思われていたんだぜ。そうなのね、友達はいたの？友達はいたぜ。むしろ、クラス内ではいつも明るく人気者の立ち位置にいて、殺人の話をしても変わった子として受け入れられていたんだ。仲が良かったのね。だけど、最初に大きな事件を起こしたのって、高校生の時じゃなかったかしら？そうだぜ。大内マリアの生い立ちはここまでにして、今からは数々の事件の詳細について紹介するぜ。もう一度言うが、大内マリアは逮捕されるまでに、5件の犯罪を起こしているんだぜ。何回聞いても信じられないわ。確かにな。中でも有名な事件は、タリウム事件と呼ばれ、高校時代に硫酸タリウムを友人に飲ませたものだ。ところで、硫酸タリウムってどんな薬品なの？劇物ってことと殺素剤に使われてることはわかるんだけど、
簡単に水に溶けることができて、平均致死量は大人で約1グラムだぜ。500ミリグラムを超えると致命的で、腎臓、肝臓、脳とかに影響が出るんだ。そんなに少ない量で致死量になるものなのね。硫酸タリウムって簡単に手に入るものなの？硫酸タリウムは、法律で18歳未満への上等禁止されているぜ。じゃあ、高校生の大内マリアは、どうやって手に入れたの？母親の実家のある山形県の薬局で、嘘の年齢を伝えて手に入れたんだぜ。それほどまでに薬品に対して執着していたんだな。なるほどね。そんな危険な薬品を人に飲ませて大内マリアは何がしたかったの？中毒症状の観察がしたかったと言っていたな。タリウムを飲ませた二人の同級生には、何の恨みもなかったんだ。誰でもよかったってことだな。観察だなんて。でも、どうやって飲ませたの？飲んでくれって直接頼んで飲むようなものではないよ。そうだよな。この手口も、ちゃんと考えて実行されていたんだぜ。一回目は、2012年5月27日だ。引っ越すと嘘をついてカラオケに呼び出し、硫酸タリウムを飲み物の中に混ぜて飲ませることに成功したぜ。この時の被害者はどうなったの？髪の毛が抜けたり、手足が痺れたりと症状が出たけど、原因不明と判断されたんだ。原因って簡単にはわからないものなのね。不思議だよな。2回目は、1回目の直後の5月から7月にかけて、高校内で行われたんだ。2ヶ月間も？そうだぜ、観察目的だしな。この時は教室に誰もいない状況で、飲み物に混ぜていたんだ。本当に観察をしていたのね。この時は継続的に、飲ませていたわけでしょ？前より症状はひどいの？この被害者は、6月には体調を崩していて、10月には入院したんだぜ。視力がかなり悪くなるという後遺症まで、残っているんだぜ。その後特別支援学級に転入しているしな。やっぱり継続的になると症状もひどいのね。この被害者たちは、自分の身に起きたことに対してどう思っているのかしら？1回目の被害者は元の体に戻してほしいと訴えていて、2回目の被害者は、体中の原因不明な激痛で精神的に辛かった。日常生活に支障をきたすほど障害が残っているため、許せないと書面で思いを明かしたみたいだ。まさか自分の体がこうなるなんて想像できないものね。そうだな。タリウム事件はこの2件で終わりになる。これだけでも、聞いてるのが辛いわ。だけど、別の犯罪もあったよね。そうだぜ、次は放火関連の事件を起こしているんだ。そうだったね。これも高校時代の話なの？いやこれは大内マリアが、名古屋大学に進学した後の話だぜ。1回目は、2014年8月29日から30日にかけてだ。ペットボトルを使って自作した火炎瓶を、仙台市内の住宅の縁側に置いて点火して窓ガラスを割ったんだぜ。火炎瓶って自作できるものなのね。そうだぜ。2回目は、2014年12月13日に同じ住宅の郵便受けに、火がつきやすいジエチルエーテルという薬品を流してマッチを使い火をつけたんだぜ。なんで同じ家なの？大内マリアが、知り合いの家と勘違いしてたからだな。この時は、物音に気づいた家主が水をかけて消火したから、大きな火事にはなっていないが、玄関の枠が一部焼けてしまったんだ。知り合いと勘違いされて、命が危険にさらされるなんてね。だけど、なんでそんなにも、家を燃やそうとしていたの？本当に大きな火事にならなくてよかったよ。これも、焼死体が見たかったという衝撃的な理由なんだぜ。善悪の感情よりも己の欲望が勝っていたのね。今ので4つの事件が終わったのよね。最後の事件は何？最後は、初めて死人を出してしまった事件だぜ。この事件で、大内マリアは逮捕されることになるんだぜ。ついにそんな事件を起こしてしまったのね。詳しく教えてほしいわ。これも、大内マリアが大学生の時の話だ。2014年12月7日に、当時77歳の女性を斧で数回殴り、マフラーで首を絞めるなどして殺害したんだぜ。斧？女子大生が斧で、人を殺すだなんて。でも、どうやって77歳の人と知り合ったの？近所に住んでいたとか？いや、その女性は、宗教に入っていて、その宗教の勧誘をきっかけに、大内マリアと知り合ったんだぜ。その事件当日も、宗教の集会に二人で行っていたんだ。なるほど。だけど、そんな集会所で殺害なんて、しかも、斧で殴るだなんてできないと思うわ。事件現場は、大内マリアの自宅アパートだからな。集会が終わった昼頃に、聞きたいことがたくさんあると持ちかけて、女性を自宅アパートに入れたんだ。確かに、自分の信教している宗教の話であれば、断らないものね。そうなんだ。部屋に入れると、突然隠していた斧で女性の頭を数回殴りつけて、しかも、マフラーで首を絞めて殺害したんだぜ。女性は何か抵抗はしなかったの？抵抗ではないけど、襲われた時になぜ殺そうとするのかを聞いたんだ。なんて答えたの？人を殺してみたかったって答えたんだぜ。
これもタリウム事件の時と同じで、女性に対して何か恨みがあったわけではないんだぜ。ただ、その女性が高齢だから、己の欲望を満たすために殺害したんだ。ひどすぎるわ。だけど、これで終わらないのが大内マリアなんだぜ。どういうこと？殺害した後、遺体に服を着せマフラーを首にかけた状態で、風呂場の洗い場に横たわらせたんだぜ。何をしようとしていたの？実験結果として記録を残すためにその遺体の写真を、4、5枚撮って携帯の中に保存していたんだぜ。普通の人が見たら、目を背けたくなるような光景を、わざわざ残しておいたんだ。記録のため、か。この事件で、大内マリアは逮捕されたんだったよね。どうやって逮捕に至ったの？被害女性の夫が捜索願いを出したところ、最終接触者が大内マリアだったんだ。殺害後宮城県にある実家に帰っていたんだが、2015年1月26日に警察の事情聴取を受けに、愛知県に戻ったんだぜ。1ヶ月以上も家に放置していたってこと？そうだぜ。警察と一緒に自宅アパートに入り、遺体が発見され、逮捕されたことによって、大内マリアの5つの事件は幕を閉じたんだ。全てが悲惨な事件だったわね。逮捕されたことで落ち着いてくれたらいいんだけど。じゃあ事件の詳細はこれまでにして、今から大内マリアが逮捕されてから現在までに、どんなことがあったか紹介するぜ。逮捕されてからすぐに判決って出たの？いや、そこまですぐってわけじゃないぜ。まず逮捕されてから、取り調べをするんだけど、今までの犯罪をすべて隠すことなく話しているんだ。その事件の多さや、サイコパス具合に精神鑑定が行われたんだぜ。精神鑑定って何のためにするの？精神に異常があると判断されたら、罪が軽くなる可能性があるんだぜ。しかも裁判でも有利になるんだ。そんなことがあるのね。それで、精神鑑定の結果はどうなったの？大内マリアは自閉症スペクトラム症候群と双極性障害という結果になったぜ。そうだったのね。実際に判決が下されたのは、2018年3月の話だ。つい最近の話じゃない。そうだぜ、意外と最近の話なんだ。ここでは、無期懲役の判決が下されたが、弁護士側は、精神疾患による責任能力の欠如を理由に、終身に対して不服を申し立てたんだぜ。不服を申し立てて、判決結果って変わることあるの？内容によっては変わる可能性もあるぞ。ただ、この事件に関しては変わることはなかったんだ。2019年10月の最高裁で、申し立ては棄却されて、無期懲役が確定したんだぜ。やっとこれで全てが終わったのね。ちょっとした疑問なんだけど、病名がついてからはきっと治療をしているのよね。治療の進み具合ってどんな感じなの？それが、犯行当時よりは少なくなったが、まだ殺人願望が強くあることを、繰り返し裁判で言っているんだ。仮に30年経過したとしても、仮釈放は難しいと言われてる状況だぜ。そうなのね。被害者遺族の気持ちは計り知れないわ。だけど、加害者家族もいろんな思いがあるはずよね。そうだな。裁判の時の記録があるんだけど、その中で一番心に残ったのが、私たち夫婦が育てていなければ、なんだ。育て方に正解なんて一つもないからな。確かにそうね。四つ目、闇サイト OL 殺人事件。霊夢、闇サイトって知っているか？闇サイト？なんだかよくわからないけど、とりあえずヤバそうなのは伝わってくるわ。闇サイトっていうのは、犯罪などの違法行為の勧誘を行っているネット上のサイトだ。例えば殺人や恐喝、窃盗などの犯罪を行うときに仲間を集めるために利用されることもあるんだぜ。なるほど。犯罪者や犯罪者予備軍のような人たちがゴロゴロいる場所ってことね。そういうことだ。他にも集団自殺のメンバー集めに使われることもある。ん？まさに闇のサイトって感じね。こうした犯罪の巣窟になっている闇サイトだが、2007年に世間を騒がせたとある事件が起こるんだ。それが今回の事件ってことね。そういうことだ。今回の事件の加害者である山下は、数年前から闇サイトを利用しており、以前にも詐欺事件を起こして逮捕されたこともあったんだ。一度捕まっているのに闇サイトの利用はやめられなかったのね。また、別の加害者である KT も過去に闇サイトを利用した詐欺事件で捕まっていた。どうしてみんな何回も闇サイトなんて使っちゃうのかしら？そんなの使わなかったら犯罪に関わらないで済むでしょうに。人によって理由は異なるかもしれないが、やっぱり金だろうな。山下も KT も金銭目的で闇サイトを利用していたらしいぜ。闇サイトとお金って関係あるの？誰かが犯罪を企てた時、闇サイトで仲間を募るだろ？協力してくれたら報酬を支払うというような条件が多いんだ。なるほど、簡単にお金を稼ぎたいって人からするともってこいなのね。そしてもう一人の加害者である堀もまた、金銭目的でこのサイトを利用していたんだ。
みんなお金なのね。堀は借金の返済手段を探しているうちに今回の闇サイトを発見し、利用するようになる。みんなここで仕事を探そうとするのね。ハローワークみたいだわ。そうだな。実際にこのサイトの名前も闇の職業案内所なんだぜ。うわ、そのまんまじゃないの。そんな中、3人の加害者たちがサイトを通じて繋がることになる。事件の始まりってことね。2007年8月16日、山下は掲示板に、刑務所を出所したばかりだ。東海地方で一緒に何か組んでやらないかという投稿をした。この投稿に対して最初に杉浦という人物が反応を示した。また新しい人が登場したわ。また後でも詳しく説明するが、杉浦は今回の事件には直接関わっていないんだ。そうなのね。次に反応したのは堀だった。堀は小遣い稼ぎですが、拉致して金を出させますというメールを送った。簡単にこんなことが言えるなんて怖すぎる。そしてケイティも、以前はオレオレ詐欺をメインにしていたが、貧乏すぎて強盗でもしたい、というメールを山下に送っている。みんな当たり前のように犯罪をしているのね。闇サイトというのはそういった人が集まる場所ということだ。安易に立ち入る場所じゃないわね。杉浦、堀、ケイティを犯行の仲間に選んだ山下は早速計画を立てることに。まず近所のファミリーレストランで堀と対面した。こういう人たちはどんな話し合いをするのかしら？もちろん最初は自己紹介から始まる。まあ普通はそうよね。二人は過去の自分の犯罪歴や自分がどんなことができるのかということを伝えた。犯罪者らしい自己紹介ね。しかしこの時二人はそれぞれ脚色を交えながら話をしていたんだ。脚色をしていた？要は、話を持ったということだ。そういうことね。でもどうしてそんなことをするの？やはりこれから一緒に犯罪をしようとしている相手だ。ここで相手に引けを取っているとその後の関係が変わってくるだろ。なるほど。相手より優位に立とうとして話を持ったのね。そういうことだ。残念なマウントの取り合いね。その後杉浦とも合流した山下たちは話し合いの結果、金庫破り、もしくは拉致をして金を奪うという計画を立てたんだ。お金が欲しいからってここまでするかしら。計画のことをケイティに伝えると、拉致はターゲットを探すのが大変ですから金庫ですかねということになった。また、場所もパチンコ屋の景品交換所を襲う方がいいということになり、今度は堀がよく通っているパチンコ屋の常連客で、いつも大金を持ち歩いている男性を駐車場で待ち伏せて襲撃し、財布やカバンを奪おうと提案した。やっぱり考えることが卑劣なのね。堀の提案の考えに他のメンバーも賛成し、ついに作戦が実行されることになる。いよいよ事件が動き出すのね。計画を実行するために山下たちは目的のパチンコ屋へ行き、駐車場でターゲットとなる人物を待った。何も知らないで待ち伏せされているなんて怖いわね。そしてターゲットが現れ車に乗り込むと、山下たちは車で後を追いかけた。山下たちの計画はどんなものだったの？そのまま車で尾行し、家を特定。その後ターゲットを金槌などで襲撃し、キャッシュカードを奪うことになっていた。恐ろしいことを考えるわね。しかし、この計画はうまくいかなかったんだ。え、どうして？山下たちは尾行の途中でターゲットの車を見失ってしまったんだ。え、そんなことある？まあ、実際に尾行するのって難しいのかしら。計画を失敗してしまった山下たちは新たなプランを考えた。次はどんな作戦なの？堀の知人の家に空き巣に入るというものだ。え、自分の知り合いからお金を盗もうとしたの？そうだ。そうして作戦を実行しようとしたが、空き巣に入る前に飼い犬が鳴いたため侵入することができず、結局作戦は失敗したんだぜ。はぁ？まあそんなこともあるだろう。そうね。またしても作戦が失敗してしまった中、次にケイティがこのような提案を行った。自分は広域暴力団の元構成員で、覚醒剤や拳銃を入手できるルートを持っている。大金を得るには覚醒剤を仕入れ、売人を雇って売りさばく秘密組織を作ったり、女性を拉致して覚醒剤中毒にさせ、風俗に売り飛ばせばよい。なんて恐ろしく卑劣な作戦なの。ケイティの提案に賛成した山下たちは前回と同じターゲットを待ち伏せ、今度は自宅マンションまでの尾行に成功した。ついに犯行が始まるのね。いや、ターゲットのマンションを確認したところ、多数の防犯カメラが設置されていたため作戦を実行することができなかったんだ。また失敗したの？防犯カメラがあるなんてわかりきっていることでしょ。確かにそうだな。しかしもちろん山下たちもここで終わらない。駐車場がダメならと、今度はターゲットの家に直接押し入ろうとしたんだ。この時ケイティはどうせ顔を見られるなら、部屋に侵入して殺してしまおうと提案している。やっぱりとんでもなく恐ろしい連中ね。標的にされちゃった人も絶対絶命ってわけね。しかしマンション内のセキュリティが非常に厳重だったためこの計画も白紙となったんだ。いやいや、さっきからこの人たち何してるの？
作戦は一丁前だけど、結局何もやってないじゃないの。そうだな。山下たちも自分たちが何もできていないということにだんだんと苛立ちを覚え始めた。また、メンバーの中でも意見が分かれていたんだ。意見が分かれていたって？山下堀 KT はターゲットに顔を見られてしまうため犯行後は殺害するという方向で計画を考えていた。一方で杉浦は強盗殺人は、無期懲役か死刑しかないから、やりたくないと言って拒否したんだ。確かに罪の重さが一気に変わるわね。それにこの失敗続きのメンバーじゃ不安になるでしょうし。霊夢の言う通り、彼らは自分のことを大きく見せようとかなり脚色して話をしていた分、ことが大きくなりすぎたのかもしれない。自分の利益ばかり考えるからこうなるのね。こうして方向性がバラバラになってしまった山下たちだったが、今度は山下がかつて勤めていた会社の事務所に盗みに入ることにしたんだ。また自分に関係のある場所を狙ったのね。今回盗みに入ったのは山下と杉浦の二人。一階の出入り口の窓ガラスを割って侵入した山下たちだったが、事務所のどこを探しても金庫を見つけ出すことはできなかった。また失敗？もう犯罪なんてやめろってことでしょ。侵入してからそれなりに時間も経ったため、そろそろ危険だと判断した杉浦は退却を考えた。しかし杉浦はこの時あることに気づいたんだ。何に気づいたの？一緒に侵入したはずの山下がいなくなっているということだ。え、もしかして裏切り？そういうことだ。実は山下は杉浦に対して、態度が生意気だと感じていたんだ。そのため山下は杉浦を事務所に残したまま逃げ出してしまった。そんな理由で仲間をはめたの？所詮ネットで知り合って金のために協力しているだけの仲だ。こうなることは十分あり得るだろう。悲しい世界なのね。山下の裏切りに気づき、一人取り残されてしまった杉浦は警察に自首をした。まあそれがいいでしょうね。こうして杉浦は建造物侵入窃盗未遂容疑で逮捕されたんだ。未遂で終わってよかったんじゃないの？そういう見方もできるな。その後杉浦は自首をしたこともあり、懲役2年執行猶予3年という判決を受けているぜ。でも逮捕されたのが杉浦だけなら、まだ事件は終わらないのよね。そういうことだな。次は一体どんなことをするつもりなの？8月27日、再び3人で集まった山下、堀、KT。堀が今週中に30万円ぐらいどうしても必要だと焦っていたところ、KT はそれならば、今日中になんとかしなければいけない。とその日のうちに犯行を実行することを決断した。今度はどんな計画なの？山下たちの立てた計画はこうだ。夜中に女性を拉致し、キャッシュカードや現金を奪う。そして、最後に女性を殺害する。最低。もう後がなかった山下たちには他に考えがなかったんだろうな。自分たちの利益のために全く関係のない人の命まで奪うなんて許せないわ。次に標的となる人物として黒髪の OL ということになった。それはどうしてなの？最初は金を持っていそうなキャバ嬢や風俗嬢を狙おうとしていたんだが、彼女らのバックには暴力団が関わっている可能性があるからやめたんだ。人を傷つけるくせに、自分たちがやられるのはビビってるのね。また、真面目そうな OL であれば貯金もしっかりしているだろうという予想のもと、このような人物像を狙うことになったんだぜ。なんかすごく単純な気がするけど、こうして山下たちは計画を実行に移した。27日の23時頃一人の女性が山下たちが乗る車の前を通った。その女性はまさに彼らがターゲットにしていた黒髪の真面目そうな OL だったんだ。そんな、そして山下たちは車で女性に近づき、彼女に道を尋ねるふりをして話しかけた。その瞬間、堀が女性の口を塞ぎ車に押し込んだんだ。卑劣なやり方ね。その後堀は女性に手錠をかけ、テープで口を塞いだ。そのまま車は人目のつかないところへと走っていったんだ。突然のことで女性は何が起こったのかわからなかったでしょうね。そしてレストランの屋外駐車場に車を止めると山下たちは女性のカバンからキャッシュカードを奪い取り、暗証番号を聞き出そうとした。しかし女性は暗証番号を言おうとはしない。犯人たちの言いなりになってはいけないものね。しかし暗証番号を言わない女性に痺れを切らした KT は堀に、2、3回させと命令。すると堀は女性の太ももを刃物で刺した。いやぁ、しかし女性はそれでも決して暗証番号を言おうとはしなかったんだ。確かにお金を取られるのは嫌でしょうけど、こんな状況だったら言った方がいいでしょ。これには事情があるんだ。事情？実は被害者女性は母親に家を買ってあげるのが夢で、これまでずっと貯金をし続けてきたんだ。そのため、何があっても彼女はその金を取られるわけにはいかなかった。そんな、しかし、このままでは本当に殺されるかもしれないと考えた女性は、2960というその暗証番号を伝えたんだ。確かにそれなら助かるかも。いや、残念ながらそうはいかなかった。
暗証番号を聞き出せ目的を達成した山下たちだったが、女性に顔を見られているという理由で彼女を殺害することに決めたんだ。嘘でしょ。どこまで最低な奴らなの。そして山下たちは彼女を金槌で撲殺。そのまま岐阜県の山林の中に彼女の遺体を遺棄した。本当に許せないんだけど。しかし、その後の捜査で山下堀ケイティはすぐに逮捕される。そして裁判の結果、山下と堀には無期懲役、ケイティには死刑が言い渡され事件は幕を閉じた。自分たちの欲のために関係のない人からお金を取って、命まで奪うなんて本当に許せない事件だわ。5つ目、島根女子大生バラバラ殺人事件。今回紹介する事件の被害者は平岡都さんという女子大生だ。覚えているわ、確かアルバイト先から忽然と失踪したのよね。そうさ。平岡さんはショッピングモール内にあるアイスクリーム店で、アルバイトをしていたんだ。へえ、アイスクリーム店で、いつも美味しいアイスクリームに囲まれているだなんて素敵。おいおい、霊夢は食いしん坊だからな。話を戻すぞ、2009年10月26日、いつも通り、平岡さんはアイスクリーム店でアルバイトをする。もう13年も前ね。そうだな。この日もいつも通りに平岡さんは真面目に勤務をこなす。何時までバイトをしていたの？21時までさ。21時といっても、ショッピングモールだから人通りは多かっただろうな。そうでしょうね。で、バイト終わりにそのまま帰宅したの？そのはずだと思われるんだが、バイト先からそのまま失踪したんだ。その2日後である10月28日、平岡さんのご両親が心配して、警察へ捜索願いを出す。2日経っても連絡が取れなかったのね。捜査。捜索願いが出されて、警察も聞き込みを開始した。何か有益な情報は得られたのかしら？犯人に繋がるような情報はなかなか取れないんだ。平岡さんはいつもアルバイト終わりに、最後のゴミ捨てを任されていたそうだ。普段はゴミを捨ててから帰路につく。偉いわね。きっと責任感に溢れた女の子だったのね。しかし、事件当日はゴミを持って出たはずだが、指定の場所にゴミが捨てられていなかったんだぜ。え、どういうこと？ゴミを持った状態で何か事件に巻き込まれたのかしら？その可能性も十分あるよな。バイト先を出た直後で、何か起きたと推定できる。ショッピングモール内ってこと？わからない。でもショッピングモール内の防犯カメラに、ボーダーのワンピース姿の平岡さんの姿がはっきりと映っているんだぜ。平岡さんは学生寮に住んでいたのだが、学生寮からアルバイト先のショッピングモールまで徒歩 2km だった。徒歩で通勤してたのよね？往復 4km か。そうなるな。ちなみにショッピングモールから学生寮までの道のりに、3軒のコンビニがあるんだ。お、じゃ、コンビニの防犯カメラを解析すれば犯人逮捕ね。しかし、コンビニ3軒とも、防犯カメラに平岡さんは映っていなかったんだぜ。え、そうなの？そうなると、やはりショッピングモールから1軒目のコンビニまでの間で、何かに巻き込まれたとしか考えられないわね。その通りさ、事件当日21時頃のショッピングモール近辺の、不審人物や不審車両の情報を捜査員は集めた。何か有力な情報はあった？それが、残念ながら犯人に至る情報はないんだよな。そして2009年11月、事件は急展開する。キノコ狩りに我流山へ来ていた男性が、人間の頭部を発見するんだ。キノコを狩りに来て、人の頭を見つけちゃうとはね。それはそれはさぞかし驚いたでしょうね。トラウマ級に。本当だよな。その男性はうろたえながらも、すぐに警察へ連絡した。そして DNA 鑑定したところ、この頭部が平岡さんであることがわかったんだ。なんと。誰がそんなひどいことを。本当だよな。警察は事件と断定し、捜査に乗り出す。すると、付近の雑木林から体の一部が次々と見つかったんだぜ。平岡さんはバラバラにされてしまっていたのね。そうだ。残忍にも程があるよな。世間を震撼させたことは未だに覚えているぜ。警察は次の被害者が出る前になんとか事件を解決させたいと考えたんだ。そりゃそうよ、連続バラバラ事件とかになっちゃったら、大変よ。そこで、特別報奨金制度を使うことにした。特別報奨金制度って何？犯人へ繋がるような有力な情報提供者には、たくさんお金あげますよって制度さ。なるほど、そしたらたくさんの情報が集まりそうね。そうさ。しかし、報奨金目当ての適当な情報も集まってしまうから、警察はその精査に骨が折れたと思うぜ。なるほどね。幾多の情報の中で、とあるタクシー運転手が、犯人らしき人物を見た、30代男性だった、って情報を寄せたんだ。それはかなり具体的な情報じゃない？
しかし、その情報も多くの情報に埋もれて、うやむやになってしまった。警察は平岡さんの帰宅ルートである、徒歩 2km の道のりを主に走行する車に情報提供を求めたんだぜ。やっぱり近辺の人に聞くのが一番よね、って、有力情報はあったのかしら？いくつか情報は上がったんだ。事件前後に我流さんに続く道路を通ったという車両。被害者の靴が見つかった現場付近で、不審な動きをしていた黒のワゴン車。平岡さんのバイト先であるショッピングモール付近にいた白いセダン。どれも怪しいっちゃ怪しいわね。まあな。しかし犯人にはどれもたどり着かないんだ。他にも警察は、残虐シーンのあるビデオをレンタルした人物の記録を洗い出した。なるほど。バラバラ殺人を犯すような人間だもんね。そういうビデオ、好きそう。あとは、刃物を購入した人物を片っ端から洗い出した。バラバラに解体するには、刃物は必要不可欠だもんね。想像したくないけど。しかし、どれも犯人にたどり着けず、捜査員は6万人以上動員、そして1700件の情報も虚しく、時間ばかりがどんどんと過ぎていった。どんどん人々の記憶から薄れちゃうわ。捜査。しかし今から約6年前の2016年12月、急展開するんだぜ。そうなの？事件発生から7年後の2016年12月、警察は事件被疑者を特定したと発表した。え、本当に急転直下ね。誰が犯人だったの？矢野義春という人物さ。矢野は前科があり、これで捜査線上に浮上したんだ。どんな前科だったの？2004年に通りがかりの女性に乱暴して怪我をさせた。それで懲役3年6ヶ月さ。こういう女性を狙った卑劣な奴っているのよね。でもすごいじゃない。犯人逮捕まで一直線だわね。いやいや、霊夢。逮捕はできなかった。なんで？名前もわかっているのに。正確に言うと、逮捕できなかったんだ。犯人はすでに死亡していたからな。え、そうだったの？捜査。平岡さんの事件発生から2日後に、矢野は交通事故死しているんだ。交通事故死？なんだかタイミングが良すぎる気もするけど。そうだよな。矢野は母親と共に父親の墓参りに行き、その帰りに交通事故死したんだぜ。この事故で、母親も亡くなっている。じゃ、どうするの？どうやって捜査したの？被疑者本人は亡くなっているが、矢野の犯行と断定するために捜査員は矢野の実家に行ったんだ。何か有力な証拠品があったの？ああ。USB メモリとデジタルカメラを押収した。しかしデータが消されていたんだ。怪しいだろ？怪しすぎる。復元、復元。そう。データを復元した。すると57枚もの写真が出てきたんだ。聞くのも見るのも怖いけど、やっぱりその57枚は犯行時の写真だったの？捜査。そして矢野の自宅の壁と風呂場が、この犯行時の写真に写り込んでいたそれと一致した。自宅の壁はともかく、風呂場って。そうだな。おそらく風呂場でバラバラにしたんだろうな。しかも、我流山付近の N システムに、矢野の車が映っていた。ここまで揃えば矢野が犯人で決定ね。そうだな。2016年12月20日、この事件を松江地方検察庁に送致した。そして2017年1月31日、被疑者死亡で不起訴処分となったんだ。これで、めでたしめでたしってとこかしらね。いや、そうでもないんだぜ。この結果を疑問視する声もあるんだ。疑問視ってどんな？霊夢は違和感を感じないか？例えば、矢野と平岡さんの関係さ。関係も何も。通り魔的な犯行じゃないの？いや、平岡さんの周囲に聞いたところ、平岡さんはかなり用心深い性格だったらしいぞ。そんな用心深い平岡さんが、見ず知らずの男についていくかな？だって通り魔でしょ？事件発生は21時頃のショッピングモール付近だぜ。人目はかなり多かったはずだ。そっか。そんな大胆なことはできないわね。そうなると、矢野と平岡さんに、何かしらのつながりがあった可能性も否定できないんだ。違和感はまだあるぞ、この事件、解決が急転直下すぎないか？確かに、何か新たな証拠とか遺留品が見つかったってわけじゃないのよね。そうさ。特段有力な証拠品や情報は出てきていないのに、解決が突然すぎないか？もっと早く解決できていたと思わないか？そうねー。7年も経過して突然解決ってところが確かに不思議かもね。違和感はまだあるぞ。この事件は2010年2月より、捜査特別報奨金制度の対象となっていたって言っただろ？うんうん、覚えているわ。その報奨金はちゃんと支払われたんだぜ。え、誰に？そこら辺がグレーなんだよ。報奨金目当ての情報もあり、とにかく膨大な量の情報が寄せられた。しかし、2017年3月に島根県警察は矢野につながる、有力な情報をくれた3人に合計300万円の報奨金を支払うと発表したんだぜ。え、その3人って誰？どんな情報だったの？そこが謎なんだ。
詳細は一切明らかにされていない。ふーん。その3人のプライバシーを守るためなのかしらね。そこら辺も含めて、謎なんだよな。ちなみに違和感はまだある。この違和感だけで4つ目よ。それだけ謎が多いんだよ。4つ目の違和感とは、矢野の交通事故の検査。ああ、これには私も違和感があったわ。事件発生から2日後に交通事故知ってタイミング良すぎない？その通りさ、これで冤罪説が出てきたんだ。え、冤罪なの？真相はわからないが、例えば矢野が偶然に事故死したことを利用し、何か表に出せない内容を隠蔽しているのかもしれないぞ。だってさ、そもそも7年も経ってから、過去の犯罪を今一度洗い直すきっかけって何かあるか？マリサ、鋭い切り口ねえ、確かに。だろ？あとは複数犯説もある。え、複数犯。ってことは、犯人は矢野以外にもいるってこと？そうさ。だってこれだけの事件を、単独でやり遂げるにはかなりの体力が必要だぜ。確かにそうね。誘拐して、殺して、バラバラにして、なおかつ捨ててって、改めて表現すると残虐すぎるよな。で、単独犯ではなくて、複数犯説ってわけか。そうさ。しかし矢野が亡くなっているから真相はわからないんだ。とにかくこの事件、腑に落ちない点がたくさんあるだろ。だから、ネット上でたくさんの噂や推測が出回っているってことか。そうさ。でも、この事件がまた再捜査されることはあるの？いや、もう捜査は全て終わっているからな。再捜査はないだろうな。噂はあくまでも噂のままってわけか。6つ目、川崎トンネル女性事件。この事件は2006年の9月23日の深夜0時頃に、神奈川県川崎市宮前区のトンネル内で起こった殺人事件だぜ。被害者はこのトンネルの近くに住んでいて、パティシエになるために、食品工場でアルバイトをしながら専門学校に通っていた黒沼ゆりさんだぜ。事件当時はまだ27歳という若さだったんだ。27歳ってまだまだ人生を楽しめる年よね。それなのに殺されてしまうなんて。そうだな。黒沼さんはアルバイトが終わって家に帰ってる途中に、家の近くにある火事がやトンネルを通ってたんだ。本当なら、アルバイトが終わったらトンネルを通って、家に帰るっていういつもと変わらない日になるはずだったのね。そうだぜ。だけどその日は違って、何者かに右胸とお腹を刺されてしまったんだ。その後通行人の110番通報によって病院に運ばれたものの、約2時間後に亡くなってしまったんだぜ。2箇所も刺すなんて、ちょっと待ってマリサ、何者かってどういうこと？犯人はもうわかってるのよね。もちろん、今はわかってるぜ。今はって、この事件は神奈川県警がかなり懸命に捜査していたんだけど、11年もの間未解決事件だったんだ。それで、11年の時を経て、当時39歳の鈴木陽一が殺害の容疑で逮捕されたぜ。そういうことだったのね。だけどそうなると気になってくるのは、11年もの間犯人を捕まえることができなかったのに、なんで急に捕まえることができたのかってことなのよね。まあ、そこは気になるよな。じゃあ未解決事件で終わると思われた事件の犯人がなんでわかったのか、その理由を説明するぜ。事件が起こってから約10年後の2016年の1月に、神奈川県警にある一通のハガキが届いたんだぜ。そしてこのハガキによって、未解決のまま捜査が進んでなかった事件が解決につながるんだぜ。ハガキ1枚で解決につながるなんてすごいわね。どんなハガキなの？黒沼さんの事件について話したいって内容が書いてあるものだったぜ。しかも、そのハガキの差出人がまた驚きの人物だったんだぜ。事件現場を見ていた人とかかしら。その差出人って誰だったの？この事件の犯人として捕まった鈴木本人だぜ。この時鈴木は他の事件で黒羽刑務所で服役中だったから、そこからハガキを送ってきてたんだぜ。自首をしたってことになるのね。なんで自首をしたのかも気になるところだけど、他の事件で捕まってたってどういうこと？鈴木は、黒沼さんを殺害した時から約半年後の2007年4月5日に、通り魔事件を起こしてたんだぜ。被害者は黒沼さんだけじゃなかったのね。そうだぜ。黒沼さんの時と同じ火事がやトンネル近くの路上で、当時40代だった女性に対して背中と腰の2箇所を刺して、重傷を負わせてるんだぜ。ひどいわね。その女性は、亡くなってはいないの。命は大丈夫だったぜ。だけど心身ともに深い傷を負っていることには変わりないし、その事件で鈴木は、殺人未遂罪に問われて懲役10年の判決が確定してたんだ。それで服役中だったってわけね。じゃあ、なんで急に神奈川県警にハガキを送ったの？送られてきたハガキには、話がしたいこととは別に、脳梗塞を患ったことで悔い改めたい気持ちになったから、殺人未遂事件の時に取り調べを担当していた刑事と話がしたい。って事件の全貌が書いてあったんだ。
自分が病気になったからって、急に10年も前の事件のことを悔い改めたいって思うのかしら。そもそも、なんで鈴木は黒沼さんを殺したの？鈴木が黒沼さんを殺害した犯行動機は、聞くに耐えないほどのサイコパスなものだったぜ。鈴木の中で、犯行に及んだ動機は2つあったんだ。まず最初に挙げられた動機は、女性を刺したいという願望だぜ。何その願望、意味わからないわ。そりゃそうだよな。鈴木は幼い頃に女性から虐待を受けていて、それで、女性に対しての不信感がすごかったみたいなんだぜ。虐待はもちろん悪いことだけど、それだからって刺してしまったら、その人よりも悪いことをしてるし、同じような人間になっちゃうじゃない。ただ、鈴木が女性を刺したいって思ったのは、虐待を受けていたからってだけじゃなかったんだぜ。え、他にもあるの？そう、鈴木は好みの女性が死ぬ間際に見せる苦悶の表情が見たい。って思ってたんだぜ。最低だわ。もともと鈴木は、女性の苦しむ表情とか普段と異なる顔を見るのが好きだったんだ。それで2002年頃から、売春宿で性行為をしている最中に、相手の首を絞めて失神させた上で、その売上金を盗むってことを繰り返してたみたいだぜ。余罪ありまくりじゃないの。ストレスがあった時はこうやって、性行為で性的満足を得た後に、相手を失神させる時の苦しむ表情を見て、ストレスを発散するようにしてたんだ。そんなストレスの発散方法は異常だわ。だけど、黒沼さんの時と、もう一人の被害者の時は、なんで刺すまでに至ってしまったの？それこそが、犯行動機の二つ目として挙げられてるぜ。霊夢、切り裂きジャックって名前を聞いたことはあるか。1888年にイギリスのロンドンで、10年の売春婦ばかりを狙って、5人もの尊い命を奪ったのに、未だに捕まってない連続殺人犯でしょ。もちろん知ってるけど、それがどうかしたの？鈴木は、テレビでたまたま切り裂きジャックを、紹介する番組を見て憧れを抱いたんだ。それを真似たってことが、二つ目の犯行動機だぜ。それで、異常なストレス発散方法が、通り魔殺人にエスカレートしたってこと。そんなことを考える人間がいるのね。本当にびっくりなことだけど、死ぬ時の苦しむ顔はストレスを発散する方法の最上級のものだから、切り裂きジャックのように女性を刺して苦しむ顔が見たい、って思うようになったみたいだぜ。まあ実質犯行動機は一つで、女性の苦しむ表情が見たいってだけだな。そんな醜い願望で未来を奪われるなんて、黒沼さんのご両親の気持ちは計りきれるものじゃないわね。ところで、鈴木は前から黒沼さんのことを狙っていたの？前から狙ってたわけではないぜ。鈴木は、黒沼さんを殺害する3ヶ月前の2006年6月頃から、包丁を持ちながら車やバイクで川崎市内を徘徊してたんだぜ。それって、自分好みの女性を探してたってこと？そういうことだな。徘徊しながら一人で歩いてる女性を見つけたら先回りして、包丁を持った状態で歩いて近づくっていうことを、繰り返してたんだ。その女性が好みじゃなかったってことはなかったの？あったみたいだぜ。ただ好みじゃなかったとしても、座視はしないものの、胸やお尻を触って逃走して、女性の怯えた顔を見ることでストレス発散をしてたんだぜ。そんなことされたら、誰だって怖いに決まってるじゃない。それに、好みの女性を見つけて誘うとしたけど、家に入られてしまったり、他に人がいたり、失敗に終わったことが何度もあったらしいぜ。じゃあもしかしたら、何人もの女性が命を奪われていたかもしれなかったってことね。そうだぜ。だけど9月23日は、失敗に終わらなかったんだ。黒沼さんの命が奪われた日ね。その日、鈴木は川崎市内を車で走ってた時に、梶ヶ谷トンネルの近くで一人で歩く黒沼さんを見つけたんだ。トンネルの反対側に先回りして車を止めて、包丁を手にトンネルの中に歩いていったぜ。黒沼さんは、鈴木が歩いてきていることに、気づいてなかったの？運悪く携帯を操作しながらだったから、気づいてなかったんだ。そうなのね。トンネルの中を歩いている時、鈴木は黒沼さんの困惑した表情と苦悶の表情を見たいと思って、そのままお腹に包丁を刺したぜ。でも傷は胸にもあったのよね。そう、お腹に刺した弾みで黒沼さんは仰向けに倒れたから、鈴木はそのまま逃げようとしたんだ。だけど、包丁に指紋がついているからそれで捕まると思って、刺さっている包丁を取るためにまた黒沼さんに近づいたぜ。また何かされると思って怖かったでしょうね。そうだと思うぜ。実際黒沼さんは、また近づいてきた鈴木に抗おうとして、足をバタつかせた時に、鈴木の股間に当たってしまったんだ。え、もしかして胸を刺したのはそれが原因なの？ありえないけどそうなんだぜ。鈴木は股間を蹴られたことに腹が立って、お腹に刺さっていた包丁を力ずくで、無理やり引っこ抜いた後に胸に突き刺したんだ。ひどすぎるわ。それから鈴木はすぐに車で家に帰って、
黒沼さんを刺した包丁を台所で洗って、鈴木しか使わない引き出しの奥に隠したんだ。それと、ありえないことはその後にもあるんだぜ。何があったの？朝方テレビを見ていた鈴木は、自分の起こした事件が報道されていたことを知るんだ。そこで、この事件は俺がやった。この事件の犯人を自分しか知らない気持ちと苦悶に歪んだ顔を忘れないって、ガッツポーズをしたんだぜ。何それ？しかも鈴木には犯行に及ぶ前から、実家に帰省していた奥さんと二人の子供がいて、その家族を迎えに行くことでいつもの日常に戻ってるんだぜ。奥さんだけじゃなくて子供までいるのに、自分の醜い気持ちを抑えられなかったのね。子供の将来のことに関しても、何にも考えていなかったのかしら。考えていたらこんなことにはなってないだろうぜ。それに、被害者は黒沼さんだけじゃないからな。そうね。結局自分の願望が抑えられなかったから、半年後にまた重傷を負わせてるんだものね。そうだな。そういえばちょっと聞きたいんだけど、さっきも思ったことなんだけど、自分の命の危険を感じたからって、急に悔いを改めたくなるものなのかしら。鈴木本人はハガキにそう書いていたらしいけど、捜査関係者は違った印象を持ったみたいだぜ。どんな印象を持ったの？刑務所での任意聴取の時に、鈴木は出所したらまたやってしまうと思って警察に行こうとしたとか、寝ている時に枕元に黒沼さんが出てくるとか、ハガキを送ることに至った理由を話したそうなんだ。それが理由なの？そうだぜ。だから別の捜査関係者からは、黒沼さんへの謝罪というよりも、自分自身を恐怖から救うために自供したって印象を持ったって、言われてるんだぜ。私も同じことを感じたわ。本人がまた同じことをするかもしれないって言ってるなら、無期懲役でいい気がするけど、実際どんな判決になったの？鈴木は黒沼さんのお腹を刺したことに対して、殺意があったことを固くなに認めなかったんだ。と、死刑になることが怖くなったんだと思うわよ。証人として裁判に出た医師が、快楽殺人者である可能性が高いって分析したこともあって、神奈川県警にハガキが届いてから約2年後の2019年12月13日に、横浜地裁は懲役28年という判決をしたぜ。懲役28年、そんな短い刑期で言い訳ないじゃない。そうだよな。この当時は、世間の声も霊夢と同じようなものだったぜ。間違った行為に対してきちんと責任を取らせることが、本当の平等なんじゃないのかって声もあったな。事件発生から約13年もの間、自分の娘を殺した犯人がわからない状態が続いて、ご両親の怒りや悲しみは、どこにもぶつけられるものじゃなかっただろうしね。そういうところも考えたら、28年っていう期間は短い気がするぜ。7つ目、名古屋市女子大生誘拐事件。この事件が発生したのは1980年12月2日、愛知県名古屋市中川区でのことだったんだ。師走に入ってすぐの頃ね。当日の天気はどうだったの？その日の名古屋市内は曇りがちで、時々雨が降る肌寒い陽気の日だったそうだ。その日、犯人はどうやって被害者を誘拐するに至ったのかしら。被害者は当時22歳の S さんで、名古屋市守山区にある私立の女子大学の文学部 A 文科3年生だったんだ。この S さんの実母は事件の2年前に交通事故で亡くなっているんだが、それ以来母親の代わりに父や弟の面倒を見ながら、休日にも図書館に通って学業に励むなど、その真面目で優しい人柄は友人や近所の人など、誰もが認めるほどの女性だったらしい。そんな女子大生が、一体どうして誘拐殺人事件の被害者に？彼女は学業と家事の合間に家庭教師のアルバイトをしようと、新聞に広告を出したんだ。新聞に家庭教師の広告を。当時は、今よりはるかに個人情報に関しては緩く、新聞の告知板欄に、家庭教師いたします、と、名前や在籍している大学名、住所を掲載することはさして珍しいことではなかったんだ。この頃の某大手全国紙の小学生新聞には、文通相手を探すコーナーもあって、小学生のフルネームと住所がそのまま掲載されていたそうだからな。なるほどね。今ではちょっと考えられないけど、当時は普通のことだったわけね。ああ。実際、S さんが告知板を利用した頃には同じ大学の他の学生も何人か、同様の広告を出していたらしい。それじゃその中で S さんが選ばれた理由は何だったの？後で詳しく述べるが、犯人の木村修司は、他の女子大生にも、家庭教師を依頼したい、という名目で、接近しようとしたんだが、自宅から遠い、と断られていたんだ。そこで、次に接触する相手には、その相手の住所近くに住んでいると嘘をついて、どこかで落ち合い、自宅に案内すると言って、車に乗せてしまえばいいと思いついたらしい。そして次のターゲットを探していた木村修司の目に、たまたま止まってしまったのが S さんだったんだ。S さんにとっては、不運そのものだったわけね。ああ。
犯行当日午後6時頃、S さんと近鉄名古屋線の戸田駅近くで落ち合ったんだ。午後6時頃、12月でしかも雨模様でしょ。もう周囲は暗かったんじゃないの？確かにそうだが、S さんの自宅はこの戸田駅から直線でおよそ3キロほどと遠くなかったし、犯人の木村はあらかじめ下見しておいた、駅近辺の駐車場に自分のダットサンバネットを止め、落ち合う目印としていた、駅前の公衆電話ボックスで待っていた S さんのところへ、徒歩で近づき、車で来ているので乗ってくれ、帰りはまたここまで送る、と言って、駐車場に案内したそうだ。雨模様の日なら、車でと言われても、変じゃないし、いきなり駅に車を横付けして乗るように促されるより、安心な感じもするわよね。それに被害者の S さんは、人を疑うことをあまり知らなかったんだろう。そのまま駐車場で木村の車の助手席に乗り込んだんだが、実は S さんを乗せる前に、木村は助手席側のドアロックのノブを外し取っていたんだ。ドアロックのノブ？当時の車のドアロックは窓の横にある棒状のノブを上下させて、ロックする仕組みだったんだ。だから犯人の木村はそれに細工して、内側からは開かないようにしておいたらしい。なんて容易周到で悪知恵の働くやつなの。そして S さんを乗せて5分ほど走った農道に車を止めると、これもあらかじめ用意してあった。ドアポケットのロープを取り出し、これを両手に握って午後6時25分頃、S さんを殺害したんだ。え、車に乗せてたった5分走っただけで殺害。そしてこれまた用意してあったレジャーシートで S さんをくるんだ後に、また車を走らせて、愛知県津島市兜町上郷にある、老人福祉センター、上島田祖父母の家、の西側にある、公衆電話ボックスから、1980年12月2日午後8時15分頃に、最初の脅迫電話を S さんの自宅にかけたんだ。殺害してから2時間経つか経たないかくらいの時間よね。この時、犯人の木村は、電話に出た S さんの弟に、あんたとこの娘を誘拐した。後でまたかける、嘘ではないからな。と言って電話を切ったそうだ。弟さんはさぞかし驚いたでしょうね。この後、犯人の木村は蟹江町内の自宅近くまでさらに車で移動し、午後9時25分頃に電話をかけているんだ。この電話には S さんの自宅に駆けつけていた父親の友人が出たんだが、この時、犯人の木村は、明日までに現金で3000万円用意しといて、警察に連絡してもいいけど、娘さん帰らへんからの、と、具体的な金額と明確な脅しをかけてきたそうだ。その実、もう S さんの命を奪っておきながら、なんてずうずうしい。こうして事件当日は過ぎたんだ。ちょっと話は前後しちゃうけど、そもそもこの犯人の木村修司ってどういう男なのよ。犯人の木村修司は1950年2月生まれの当時30歳。次男として生まれたんだが、生後間もなく実父が病死し、母の女で一つで育てられて、名古屋市内の小中学校を卒業すると、名古屋市内の定時制高校に進学し、昼は働きながら高校に通っていたものの、不運が重なり、進学した定時制高校を2年生の秋に中退。その後、親類の口利きで一宮市内の寿司店で、住み込みで働き、調理師免許を取得。地道に調理人としての道を歩み始めていたんだ。というかまずまず順調な人生じゃないの。それがどうして誘拐殺人を引き起こすことに。実は木村は1972年、22歳の頃に窃盗事件を起こしてしまい、住み込みで働いていた寿司店を退職。各地の寿司店を転々とするようになったんだ。窃盗事件？それが転落のきっかけになったの？いや、この1972年12月に、蟹江町に開業することになった富吉温泉内で、寿司店を開くことになった。親類の知人に誘われて、その寿司店で働くことになったんだ。疲労神あり、で結構なことじゃないのよ。この頃の富吉温泉は宿泊施設も併設されていたことから店も繁盛し、さらに店のオーナーである親類の娘と、木村は1974年10月に結婚し、蟹江町内に家を借りて新婚生活をスタートさせたんだ。途中に挫折はあったものの、ちゃんと幸せを掴んでいるじゃないのよ。しかし、犯人の木村には妻の知らない顔があったんだ。妻の知らない顔。実は犯人の木村は最初に住み込みで、働いた寿司店が競輪場の近くにあったことから、ギャンブル好きな一面があり、結婚後もそれは改まらず、結婚後の1978年には、借金は約200万円にもなっていたんだ。この時は実母に泣きつき、用立ててもらった金で借金を清算し、大事にはならなかったそうなんだが、ちょうどこの頃、木村と妻、さらには妻の家族との間には不協和音が生じ始めたんだ。不協和音？一体どんな？木村は富吉温泉内の寿司店を妻と妻の母親との3人で切り盛りしていたんだが、かねてから妻が、妻の母に頼りきりで、
さらに実家にしょっちゅう入り浸ることを、心よくは思っていなかったらしい。だけど店のオーナーは妻の父親なわけだし、表だって反発することもできないわよね。ああ。さらにそれならいっそ名古屋市内に寿司店を独力で開店し、妻の実家から独立しようとしたんだが、無理な計画だと、妻の父から一刀両断されたそうだ。あちゃー。まあ無理もないけど。その後、木村は寿司店の傍ら、親類に紹介してもらった魚の行商のアルバイトも始めて、朝は4時から市場に仕入れに行き、魚をごひいき筋に配達し終えたら、今度は寿司店で夜10時まで働くという、ハードスケジュールで働いたらしいんだ。それはすごいわねー。さぞかし収入も増えたでしょうね。この頃の木村の収入は、寿司店の給料が月約15万、行商のバイトで20万ほどと、計35万くらいだったらしい。同じ頃のサラリーマンの平均月給が約17万円と言われているから、ざっと2倍ということになるな。ますますあんな犯罪に手を染める理由がわからなくなったんだけど、実は事件前年の1979年8月、木村は出席した中学の同窓会で再会した女性と不倫関係になってしまうんだ。ああ、金に不自由しなくなると女に走るってやつね。それに木村と妻の間は、独立騒ぎ以降ずっと冷え切っていたらしいからな。しかし問題は相手の女性にも夫がいたため、二人の関係はいわゆるダブル不倫だったんだ。当然二人の関係はすぐにバレ、双方の妻と夫立ち会いのもと、別れることで一旦は決着したものの、不倫相手が子供を連れて名古屋市内のアパートで夫と別居を始めると、すぐに借金をして、不倫相手に新品の家財一式を買い揃えてやり、さらに月々20万の手当も与えるようになったんだ。はぁ、不倫相手に月20万。自分の妻子の生活費もいるのに、そんなの無茶苦茶じゃない。当然家計は火の車。借金の利息だけで月の支払いは10万を超えるようになったのに、寿司店の給料や、魚の行商のアルバイト代は妻が握っていたため、木村の自由にはならなかったんだ。そこでかつて覚えたギャンブルで一攫千金を狙うものの、世の中そんなに甘くない。当たり前でしょ。そもそも前もそれで、失敗して実母に尻拭いしてもらったくせに、競輪競馬に友人知人、親類縁者、さらには金貸しから借りた金まで注ぎ込んだ挙句、最後には魚の行商の売り上げに手をつけてしまい、事件直前の1980年11月頃には、借金の総額はすでに2800万円ほど、利息だけで月に80万円もの借金地獄に陥っていたらしい。身から出た詐欺とはいえ、絵に描いたような転落人生ね。この頃のことを後に裁判で木村は、金策のあてもなく、不倫がきっかけの借金で相談相手もおらず、こうなったら自殺するしかないのか、と思っていたと供述したそうだ。まさか、そこから身代金を奪うことを思いついたんじゃないでしょうね。そのまさか、なんだよ。その頃、自宅と不倫相手のアパートを行ったり来たりしていた木村は、不倫相手の家で、地元の中日新聞名古屋市内版を読んでいた時に、告知板の存在に気づいたんだ。そして、そこに、家庭教師やります、と載せている学生たちの通う女子大が、地元では富裕な家庭の子女の多い、いわゆる、お嬢様大学、であることに気づいた木村は、身代金を奪って借金返済に充てることを思いついたんだ。それで前に説明したみたいに、まず他の女子大生に声をかけたけど、家が遠い、という理由で断られたのね。ああ。次に声をかけるべき相手を、新聞の告知板で物色していた、1980年11月29日には、またもギャンブルに手を出し、240万円も吸ってしまう。さらに以前からの借金と合わせて、支払いを迫られ、全く金策のめどが立っていないにもかかわらず、12月3日には支払うと口約束をしてしまったんだ。ここまで来ると、自分で自分の首を絞めるのにも程があるというか、なんというか、12月には500万の金を用意しなくては、身の破滅となる事態になった木村は、本格的に誘拐を考えるようになる。そしてその時、脳裏に浮かんだのが、昔見た映画、天国と地獄、だったんだ。それにしても、身代金誘拐の刑の軽さに憤った黒沢明の映画を見て、実際の犯行のヒントにするとは、皮肉なものよね。そうだな。そこで木村が立てた計画とは、1犯行には車を使うこと。に誘拐後は速やかに被害者を殺害することで、それと並行して告知板から S さんに狙いを定めると、電話番号帳や不倫相手のアパートから持ち出した、名古屋市区分地図などを使って下調べした後、S さんに電話で家庭教師の口を持ちかけ、近鉄戸田駅前で落ち合う約束を取り付けると、犯行当日は寿司店を臨時休業にして、雑貨店や自動車用品店でロープやレジャーシートなどを購入し、さらにこれもさっき説明した通りに、ドアロックに仕掛けを施した、ダットサンバネットで一産を迎えに行ったんだ。
そして S さんと落ち合うと、計画通りすぐに殺害したのね。なんてむごい。その後、最初の脅迫電話をかける前に、木村は被害者の S さんを包んだレジャーシートの包みを、ダットさんの後部に台に乗せ、その周囲を魚の行商用の発泡スチロールで隠していたんだ。その後 S さんのご遺体は、なんと木村は犯行翌日の3日は、遺体を乗せたまま、何食わぬ顔で魚の配達をこなし、その合間合間を縫って、桑名市小佐島町の大倉団地内の公衆電話や、一番最初の脅迫電話をかけた、老人福祉センター上島田祖父母の家近くの公衆電話から、S さんの家に電話をかけ続けたんだ。その間、愛知県警はどうしていたの？3日の午後5時前に木村が6回目に電話をかけてきた時には、捜査員の一人が S さんの叔父を装って、電話に出たんだが、この際も、S さんは生きてますよ。三重県にいるんだわ。お金さえもらったら返すから、と話しているんだ。S さんの父親や弟にしてみれば、気が狂いそうな時間だったでしょうね。しかし、木村はこの6回目の電話の1時間ほど前に、S さんのご遺体を木曽川河川敷の茂みに隠していたんだぜ。それでいながらしれっと、生きて三重県にいる、なんて言ったなんて。この後、木村は電話で蟹江町平安の喫茶店、M、を指定して家族を呼び出し、叔父を装って父に同行した捜査員が、午後6時頃に喫茶店にかかってきた電話に出ると、タクシーで東名阪自動車道に向かい、指定した非常電話ボックスに行くように指示してきたんだ。映画で出てきた方法を真似したのね。それで、捜査員と父は指定されたボックスに行き、木村からのメモを見たものの、その指示に従うことを躊躇。じれた木村は S さんの自宅に何度も電話をかけ、留守番をしていた S さんの弟に父親から電話が入ったら、一度家に帰って自分からの連絡を待つように伝えろと言ったんだが、夜9時過ぎに自宅で、叔父を装う捜査員が電話に出ると、帰って見えたの。何をしとんの。こっちが聞いとることに答えんさいよ、と、焦った様子を見せ、その後かけてきた電話で、身代金の受け渡し役に S さんの弟を指名すると、タクシーを S さんの自宅近くに向かわせるから、それに弟が乗り、指定の喫茶店まで来い、と指示したんだ。それで、木村は喫茶店に現れたの。いや、近くから様子を伺っていたところ、怪しい動きをする自動車が複数台あったために、接触を断念したそうだ。そして、私らも危ない橋は好きじゃないもんね。あげるあげる言うとるだけじゃ何にもならんの。後悔するのはあんたたちよ、という電話を、12月3日午後11時過ぎに S さんの自宅にかけると、浮気相手のアパートに帰って行ったらしいんだ。終始一貫他人のせい、というその態度は変わらないわけね。木村はこの最後の電話まで、計18回の脅迫電話を S さんの自宅にかけているんだが、前述の祖父母の家近くの公衆電話からは計8回、一度は富吉温泉内の自分の寿司店からも電話しているんだ。それ、逆探知できなかったのかしら。愛知県警も逆探知狙いでなんとか会話を引き伸ばそうとしたらしいんだが、ほぼ通話は4分以内で終わるなど、木村の方も大胆ながら慎重な狡猾さを発揮していたらしい。それでその後はどうなったの？浮気相手のアパートから、妻に電話を入れた木村は、妻から、借金取りから電話がひっきりなしにかかってきて寝られない、と、責められたことで、どのみち借金の全容が家族や親族にバレるのは、時間の問題と悟ったそうだ。悟るのが遅い。翌4日、木村は妻に言われて実母と会い、さすがに総額は言えなかったものの借金があることを告白。さらに借金のすべてが明るみに出れば、たとえ身代金を受け取れても、その金を借金の返済に充てれば、金の出所を怪しまれるだけだと思い、早急に河川敷ではなく、より安全な場所に S さんの遺体を遺棄しようと画策。それと並行して万が一、S さん一家がまだ警察に連絡を取らずにいる場合を想定し、交渉が続いていると思わせた方が事件の発覚も遅れると考えて、昨日弟が来ていた喫茶店に刑事が用件取ったの、あれなんやねん、と揺さぶりをかける電話を入れているんだ。キー。つくづく狡猾な男ねえ。その後、ブルーシートを買い込んだ木村は、明日 S さんに会わせる、と連絡を入れたんだ。そしていつか実母の家に木村の浮気相手、さらに木村の定時制高校時代からの親友が集まり、前後策を練ったものの、金の都合がつくはずもなく、いっそ四国に夜逃げするかという案が出たらしい。ちょっと、なんなのその案は、解決になってないじゃないのよ。だよな。その後浮気相手とアパートに戻った木村は、四国への電車を調べるために、時刻表を見ていたんだが、その際に身代金の受け取りに当時の国鉄春日井駅を指定し、万が一、警察が動いている場合は、そちらに注意を引きつけておいて、その隙に S さんの遺体を始末することを思いつく。そうして S さんの家に電話を入れると、自分は河川敷の S さんの遺体を回収すると、V
ブルーシートで梱包し直して、途中で偶然発見した工事用コンクリート台を結びつけて重しにすると、東名阪自動車道の木曽川橋から、下の木曽川に投げ込んで遺棄したんだ。完全犯罪を目論んだわけね。その後、S さんの家に電話し、春日井駅には出向いてもいないのに、刑事がいた、と難癖をつけたんだ。そして5日夜、実母の家に出向いた木村は、親族一同の前で借金の実態を告白したんだ。その結果、借金は木村の母や兄、妻の両親とで分担して返済することが決まったそうだ。はぁ。しかもこの時親族たちって、木村が借金以外の大罪を犯していることも知らないのよね。ああ。そして木村は12月6日午後6時頃、浮気相手のアパート近くの公衆電話から、車が壊れて計画が狂った、と、まだ交渉の余地はあるかのように装った電話をかけたが、これを最後に連絡を絶ったんだ。その後の捜査はどうなったの？木村からの連絡が6日以降途絶えた愛知県警は、残された証拠だけでは犯人にたどり着けないと判断。事件発生から25日後の12月26日に、公開捜査に踏み切ったんだが、その際に捜査の一環として、テレビなどで流れた犯人の音声テープを耳にした実刑や実母は、木村に自首を勧めたそうだ。心中を察するとあまりあるわね。しかもその際、兄や母は木村に対して、被害者をどうしたのかを聞き出すまでは自死など許さぬ、と言ったらしい。女で一つで育てた母親にそんなことを言わせるなんてね。しかも自分にも子供がいたのに。まったくだよな。そして年が明けた1981年1月20日に、木村修司は逮捕されたんだ。逮捕を受けて、愛知県警は S さんの遺体を大捜索したものの、なかなか発見されず、一時は、遺体なき誘拐殺人事件になるのではと、危惧されたものの、事件発生から5ヶ月後の1981年5月5日に、遺棄現場近くで川釣りをしていた人によって、発見されたんだ。ようやく S さんは家族の待つ自宅に帰ることができたのね。そしてその10日後の1981年5月15日、第一審が名古屋地裁で開かれ、翌年1982年3月23日に死刑判決が出たんだ。当初、木村は控訴する意思はない、とも言われていたんだが、弁護側は前科が窃盗罪しかないことや、いわゆる永山基準を考慮すれば、結果の重大性、ことに殺害された被害者の数、という部分に抵触すると主張したんだ。しかし、名古屋高裁は1983年1月26日、一審を支持して控訴を棄却。すると弁護人に説得されて、木村は最高裁に上告したんだが、こちらも1987年7月上告は棄却され、木村の死刑が確定。その後も弁護団は不服申し立てなどをしたものの、最終的にはこの申し立ても、1987年8月6日に棄却。木村修司はこれをもって、確定死刑囚となったんだ。しかしなぁ、しかしって、どうかしたの？実は木村自身は第一審の裁判中に、死刑になることで被害者家族の無念も少しは晴れて、さらに自身の家族や子供に対する世間の風当たりが弱まるなら死刑を受け入れる、と供述していたんだ。え、そうなの？実際、木村修司の実死は逮捕が報じられた翌日には、通っていた幼稚園から拒絶されたそうだ。自分の犯した罪が周囲にどれだけの迷惑と悲しみを与えるか、初めて認識したのかもしれない。それなのに、控訴と上告をするなんて、何か納得ができない感じなんだ。それに最高裁判決の際、この事件において上告審では自然と国選弁護人が併存した、とわざわざ言及されているんだ。どういう意味？普通は国選か自然のどちらかだけでしょ。当初は国選だけだったものの、弁論期日直前に自然弁護人が選任されたんだが、その後も、国選弁護人が解任されることがなかったため、手続き上自然と国選の両方になったらしい。もっとも実際に弁論を行ったのは、自然弁護人だけだったらしいがな。確かに、すっきりとはしない部分ね。その後、1993年に恩赦を出願したものの、1995年12月21日に収監先の名古屋刑務所で、死刑が執行されたんだ。この日は福岡拘置所で一人、さらに東京拘置所で一人の執行がされているんだ。この執行の後、下げ渡された遺品の中には、1996年1月1日付の年賀状の束があったそうだぜ。そういえばこの事件って、いわゆる永山事件判決後に、最高裁が死刑の量刑を維持した中で、初めての被害者が一人のケースだったのよね。これ以降は日立女子中学生誘拐殺人事件や、岡山元同僚女性バラバラ殺人事件、北九州市病院長殺害事件などがあるけどな。だけど少年事件においては相変わらず、被害者が複数でない限り、
そもそも第一審から死刑判決は出ないわよね。八つ目、山中湖殺人事件。まずは事件の概要から説明していくぜ。事件が起こったのは、昭和59年10月11日だ。かなり昔の事件なのね。東村山署の元警備係長で飲食店経営の沢木和夫が、金銭目的で二人を殺害した事件だぜ。警察の役職者だったの。事件当時は辞めていたとしても、元警察官の役職者が殺人事件、それも二人も殺しちゃうなんて。二人も殺したのだから、喧嘩とか、突発的な犯行じゃなくて、計画的に犯行に及んだのがわかるな。かなり凶悪な事件ね。犯人の沢地には、事件当時に協力者がいたんだ。知人の不動産業を営む猪熊武雄とパク雄主の二人だな。この二人と共謀し、事件を起こしたんだ。一人目の被害者は貴金属商の太田美希夫さん。貴金属商の人ね。かなりのお金持ちだったんだろうね。沢地らは太田さんに厚木市の資産家を紹介するとのことで、猪熊が所有している山梨県山中湖の別荘に誘い出したんだ。なるほどね。その山中湖の別荘で事件が起きたから、山中湖殺人事件なのね。山中湖の別荘で犯人の3人は太田さんの隙を見て殺害。現金や貴金属類約6000万円を奪って、死体を別荘の床下に埋めたんだ。6000万円、すごい大金じゃない。まあ普通なら資産家を紹介するって言われたら、詐欺を疑うものだけど、多分、誘ってきたのが元警察官ってところで信用したんじゃないかな。確かに、元警察って肩書きがあれば、無条件で信用しちゃいそうね。事件はそれだけでは終わらないんだ。さらに同じ月の25日、沢地と猪熊の二人はもう一件の事件を起こすんだ。一月で二件も事件を起こしたの。大胆不敵ね。二人はレンタカーで埼玉県上尾市の、金融業に勤める滝野光代さん宅を訪ねて、千葉県の土地を見に行こうと言葉巧みに誘い出し、用意してきたロープで滝野さんの首を絞めて殺害したんだ。その後、山中湖の別荘に向かい、滝野さんのバッグから現金や通帳など、約4700万円を強奪し死体を床下に埋めた。また山中湖の別荘が出てくるのね。その別荘の床下には二人の遺体が埋まってたのね。気味が悪いわ。沢地らは、わずか2週間で二人の殺害を実行し、現金1億ほどを得たんだ。2週間で1億円。私たちが日頃ちまちま仕事してるのが、馬鹿らしくなってくるわね。私も、山中湖の別荘でも借りて、通報しました。まあ、冗談はさておき、埼玉県警上尾署は、滝野さんの家族から行方不明の届けを受けて、直ちに捜査を開始したんだ。そりゃそうよね。人がいなくなったら不審に思うわ。その結果、行方不明となった日の、前後の状況から沢地が捜査線上に浮上。同年11月23日に沢地、猪熊、パクの3人はあっけなく逮捕されたんだ。早いわね、元警察官が犯人だったくせに。アリバイ工作とか証拠を隠すとかやってなかったのかしら？私だったら、捕まらない自信があるわ。いや、そこは日本の警察の優秀さを褒めようぜ。3人は犯行を素直に認めたが、その供述の中でさらに他の不動産業者の殺害や、沢地と猪熊が口封じのためパクの殺害も、計画していたことが判明したんだ。どれだけ悪どいのよ。それに仲間の一人を殺そうとしていたなんて、悪人が過ぎるわね。もし逮捕が遅れていたら、さらに多くの人が殺害されてたろうな。この3人の裁判では沢地、猪熊に死刑、パクには無期懲役を言い渡されたぜ。パクは控訴せず、無期懲役が確定したんだが、沢地、猪熊は判決を不服として控訴したんだ。だが、東京高裁は沢地、猪熊の控訴を棄却。これでも諦められなかった2人はさらに上告したが、2人の頑張りも虚しく、沢地、猪熊ともに死刑が確定したぜ。でも、犯人たちはなんでこんな殺人事件を起こそうと思ったのかしら？実は犯人たちにはのっぴきならない理由があったんだぜ。どういうこと？じゃあ、なぜ沢地たちが今回の事件を起こしたのか、説明していくぜ。警視庁に勤める沢地は、機動隊員などを経て警部に昇任していたんだ。しかし1980年1月、自分の店を持とうと考え40歳過ぎで退職した。お店を開きたいから、警察を辞めていたのね。こんなことするくらいだから、不祥事でも起こしたのかと思っていたわ。そして3ヶ月後、新宿駅西口の一等地に、居酒屋橋町を開業したんだ。たった3ヶ月で、すごいじゃない。店は60席で宴会場もある中規模店。素人の沢地には無謀とも言える挑戦だ。開業資金は保証協会から700万、国民金融公庫から2300万、サラ金から500万、信用金庫から500万を借り、総額4000万円だった。
この額は、彼の経済事情を考えれば、身の丈を超える額だぜ。借金をしていたのね。でも新宿にあったんならかなり繁盛したんじゃない？警察官が安心して飲める店を目指し、当初は来店も多かったため店は繁盛してたんだ。そのせいで沢地は、すっかり気が緩んでしまうんだぜ。どういうこと？沢地は店が軌道に乗ったことに調子に乗ってしまい、元同僚には料金を格安にしたり、閉店後に従業員を引き連れて飲みに繰り出すなど、金遣いがかなり荒くなったんだぜ。しかしそれは、まだ借金の返済が、始まっていないからこそできることだったんだ。え、まだ返済を始めてなかったのね。それなのに、お金も貯めないで散財しちゃったら、開店から半年ほど経って借金の返済が始まると、途端にやりくりが苦しくなったんだ。そのうち店が赤字になり始めると、小売市の消費者金融に手を出すようになるんだ。もっともやっちゃいけないパターンね。牛島くんもびっくりの転落人生だわ。それでも金が足りなくなったんだな。元同僚の警察官にも金を借りたり、借金の保証人になってもらったりもした。金策に走る日々が続いた末に閉店に追い込まれてしまう。開店から3年後のことだった。たった3年で閉店しちゃったんだ。かわいそうに。その頃には借金は1億5000万円。そのうち5000万円は元同僚警察官らから借りたものだった。1億5000万。そんな借金あったら人生終了レベルじゃない。ひどいだろ。その頃には沢地に金銭的協力をした警察官は、20人を超えていたんだ。中には自宅を差し押さえられたり、生活に支障をきたすものまで出たそうだぜ。かわいそう。かなりのとばっちりを受けていたのね。でも借金をしていた沢地も慌てたでしょうね。慌てた沢地は借金返済のため、ブローカーや金融屋などのよからぬ連中と関係を持つようになり、闇に染まっていくんだ。そのせいでダークサイド沢地が誕生したのね。時には暴力団関係者に誘われ、月50万円の報酬で裏ビデオを扱う会社の、社長に就いたこともあったそうだ。当然まともな仕事ができるはずもなく、ある時、暴力団関係者に手形の現金化を頼まれるんだが、沢地は現金化した100万円を借金返済に当ててしまい、小指を詰めさせられたんだ。ひえー。波乱万丈ドラマみたいね。その後も再起をかけ、金融会社社長に借りた100万円で、千葉県津田沼市で調査会社を立ち上げたんだ。懲りずにまた借金。でも、仲介者に事務所の家賃を持ち逃げされてしまったんだ。もう呪われてるレベルね。確かに彼は、いろんな人から恨まれてそうだし、ここまで悪いことが続くと、這い上がることは不可能に思えるわ。そんなある時、沢地は在日韓国人のパクユウヒという男から、儲け話を持ちかけられるんだ。あ、パクって今回の事件の共犯者の？そうだ。パクはここで沢地と繋がってくるんだ。パクは違法ポーカーゲーム屋を開くにあたり、警察のガサ入れ情報を欲しがっており、沢地に声をかけたんだ。パクも困っていたのね。パクに半年やれば1、2億になると言われ、沢地もその気になり協力をしたんだ。でも沢地にガサ入れの情報を調べられるの？もう警察官でもないのに？その通り、警察を辞め、多くの警察仲間から借金で恨まれている。沢地にはガサ入れの情報を得るなんてできるはずもなく、結局、この話は進まなかったんだ。そこで沢地は人を殺してでも金が欲しいとパクに相談する。すると、パクはある男を紹介してきた。その男が不動産業者の猪熊武雄だったんだ。猪熊来たー。ここで3人目の共犯者の登場ね。待ってました。ちょっと、別に盛り上がる場面じゃないぜ。猪熊も実は7億円の負債を抱えており、金になるなら少々やばいことでもやるという状態だったそうだ。犯人の3人ともが、みんな困っていたってことね。こうして沢地、パク、猪熊の3人は、ある宝石商を騙して金を奪う計画を立てる。そして今回の山中湖殺人事件につながっていくんだ。9つ目、富士銀行員顧客事件。この事件の概要を簡単に説明するぜ。1998年7月2日、当時は大手都市銀行だった富士銀行の会社員が、顧客を殺害するという衝撃的な事件が発生したんだ。富士銀行って今は聞いたことないわ。もう潰れちゃったの？富士銀行は、今で言う、みずほ銀行、なんだ。みずほ銀行だったのね。じゃあみずほ銀行の社員が顧客を殺したってこと？ああ。この事件の犯人の名前は岡藤照光という人物だ。バブル入社組の一人だぜ。バブル入社？日本語に直すと、泡の入社？どういうこと？さっきも言ったけど、バブル経済で、どの会社も急成長をしている時期だったって説明しただろ？なるほどね。会社が急成長してたから、その時に入社した人を、バブル入社組っていうのね。惜しいな。バブル経済時に大手の会社では、新社員を大量に入社させたんだ。
会社の業績がうなぎ登りだったからね。その通り。その大量採用の時に入社した人をバブル入社組って言うんだぜ。なるほどね。また知識が一つ増えたわ。話を進めるぜ。犯人の岡藤は、銀行の融資を受けられない運送業者に泣きつかれ、別の顧客である高齢夫婦の定期預金を解約、不正に貸し付けちゃったんだ。大問題じゃない、勝手に他の人の定期預金を貸し付けるなんて、れっきとした犯罪だ。でもこういうことはバブル時にはよくあったそうなんだ。詳しいことは後で説明するぜ。この方法で運送業者にお金を融資したんだけど、その融資を運送業者は返済できなかった。そりゃあ、融資を頼むってことは経営が苦しかったのよね。個人の定期預金くらいじゃ、会社の経営はすぐには立て直せないんじゃないかしら？そうだな。それに運送業者も経営が苦しかったはずだから、融資を返済する余裕もなかったのかもな。そして岡藤は、このことが発覚すれば会社から解雇されると考え、顧客の高齢夫婦を殺害し、逮捕されたってわけだ。ひどい話ね。そもそも不正に融資なんてしなければ、こんな事件は起きなかったはずよ。被害に遭った夫婦がかわいそうだわ。被害者は夫婦ともに障害者で、夫は全盲だったそうだ。裁判では死刑が求刑されたけど、判決は無期懲役が言い渡され、事件は幕を閉じたんだ。でも、一体どうして犯人はこんな事件を起こしたのかしら？それじゃあ、事件の経緯を説明するぜ。よろしく頼むわ。被害に遭った高齢夫婦だけど、福田二郎さんと常さんという名前だった。二人はバブル景気の1988年、東京都台東区の自宅を売り払い、約1億円を手にしたんだ。1億？かなりの大金じゃないの。夫婦はこの金で、埼玉県宮代町に40坪の家を購入。台東区の家は13坪と狭かったから、長男一家と同居することを考えてのことだったそうだ。台東区の家は狭かったのに1億円で売れたのね。さすが東京23区だわ。二郎さんは少年時代から視力に問題があり、1988年頃にはすでに全盲、常さんも背骨に障害があったんだ。でも夫婦は仲は良く、長男の家族も同居していて幸せに暮らしていたんだぜ。ふむふむ。ここまでは、みずほ銀行、旧富士銀行、との付き合いはないようね。ところが、1992年に長男一家が仙台に転勤することになり、それからは少し寂しい夫婦二人の生活となってしまったんだ。せっかく息子と同居できたのにね。二郎さんは家を購入して、残った分は富士銀行の春日部支店に預けた。これ以降、富士銀行との取引が始まったってわけだ。なるほどね。でも預けたのもかなりの大金だし、お得意さんだったんだろうね。当時の二郎さんの担当社員は、二郎さんが営んでいた、指圧院の客になってくれたそうだ。へえ、いい人が担当だったのね。その人が担当を外れてからも週末ごとにマッサージに訪れ、買い物やパチンコに連れて行ってくれるなど親身に接していたんだ。もしかしてその担当が、今回の事件の犯人岡藤だったの？違うんだ。この親切な担当の後を引き継いだのが、犯人の岡藤照光だった。岡藤は1996年4月に春日部支店に転勤してきて、8月から福田夫婦の担当となったってわけだ。前の担当から引き継いだという経緯だったのね。岡藤はバブル時代の大量採用の波に乗って入社した。いわゆるバブル社員だ。大学ではラグビー部に所属するスポーツマンで、真面目で頑張るが、不器用な性格、だったらしいぜ。そして岡藤は1997年秋、春日部市内のとある運送業者から融資を依頼されるんだ。あ、この運送業者がさっき説明してくれた事件の発端となった業者ね。その通り。この運送業者の依頼から事件が始まるんだ。融資の依頼を受けたのはいいんだけど、この運送業者は、銀行で規定された、融資の基準、を満たしていなかったんだ。銀行もタダでお金を貸すわけじゃないし、もしお金を貸して返済してもらえなかったら大変だからね。さらに当時、バブルはすでに崩壊後で、銀行の貸し渋りが始まっていたんだ。じゃあ、ますます銀行の融資の基準は高くなっていたの？運送業者は泣きついたみたいだけど、正規の融資は会社の許可が出ないため不可能だった。そこで岡藤が取ったのは、浮き貸し、という裏技的な方法だったんだ。これがさっき説明していた方法ってやつね。そうだ。この、浮き貸し、は、ある顧客の預金を別の顧客に貸すという不正な方法だった。これは種子法により禁止された、れっきとした違法行為だ。そして犯人の岡藤が選んだのは、福田夫婦の預金だったってわけね。1998年1月、岡藤は福田夫婦に特別な定期預金があると偽って、それまでの定期預金を解約させ、2500万円を運送業者に貸し付けたんだ。2500万円。すごい大金じゃないの。でもどうして犯人の岡藤は、
こんな犯罪行為をしてまで、運送業者に融資を行ったの？浮き菓子のメリットが原因なんだ。まずはこの不正をすることで何ができると思う？会社を通さない融資？これは闇営業みたいなものだぜ。普通だと融資したら、返済には利子がつくだろ？あ、通常その利子は銀行の利益になるけど、銀行を返してないから、利子をまるまる自分の懐に入れることができるのね。その通り。そしてこの浮き菓子をすることで、正規の融資対象にならない顧客を引き止めることもできるってわけだ。苦労せず大金が手に入ると思って魔が差したってわけね。楽な副業みたいな感覚だったのかもね。案の定、運送業者は約束していた期日である6月、1500万円の返済ができなかったんだ。融資対象にもならず、泣きついてくるような業者に、やはり返済能力はなかったんだな。ちょっと想像すれば、わかりそうなものだけどね。福田夫婦は、元の定期預金を解約した後、岡藤の言う、特別な定期預金、で運用されている形跡もないことから、当然岡藤に返済を迫ったんだ。そりゃ当たり前よ。犯人も困ったでしょうね。岡藤は自分の名刺の裏に、7月2日に持参する、と書いて、夫婦に手渡すも、返済できる当てはなかったんだ。まあ、個人が用意できる額じゃないからね。それでも岡藤に時間があれば、丸く収めるチャンスはあったかもしれないんだけど、その時期、岡藤にとってかなりタイミングが悪かったんだ。タイミングが悪かったって、どういうこと？実は7月1日に事例があり、7月10日付で本店融資部への移動が決まっていたんだ。これは岡藤にとって栄転だったんだけど、今回の不正融資を放置して、転勤すればどうなると思う？そりゃあ、不正融資が銀行に発覚して、この話は流れるどころか懲戒解雇は免れないわね。岡藤は追い詰められたんだ。そしてこの人生最大のピンチを切り抜けるために、彼は最悪の方法を決意するんだぜ。事件当日は1998年7月2日。この日は福田夫婦に約束した融資の返済の日だった。午前10時頃、営業車で銀行を出た岡藤は、途中で荷造り用のビニール紐を購入して、姫宮駅前で車を駐車したんだ。そこからは徒歩で5分の福田夫婦宅に向かった。突発的な犯行だったと思っていたけど、ビニール紐をわざわざ購入してから家に向かうなんて、最初から殺害する気があったということね。家に着いたのは午前11時30分頃だった。岡藤は夫婦に転勤が決まったことを報告し、妻の常さんに、最後の親孝行と思って肩を揉ませてください、と声をかけたんだ。そして、肩を揉むふりをして、常さんの首にビニール紐をかけて絞め殺したんだ。最悪ね。妻の異変に気づき、うろたえることしかできない。全盲の二郎さんも続いて考察したんだぜ。そっか、旦那さんは全盲だって言ってたわね。全盲なら、犯人としては実行しやすい部分もあったのかもしれないわね。そして、証拠となるであろう返済日を裏書きした名刺を奪って逃走したんだ。警察に名刺が見つかれば、7月2日に自分が来たことが疑われるのは当然だもんね。岡藤は逃走の際、証拠隠滅のため、ガスの元栓を開けて放火しようとしたが、安全装置が作動して失敗。そのため、強盗の犯行に見せかけようと室内を荒らしたんだ。殺害した後のことは考えてなかったのね。行き当たりばったりって感じだわ。犯行後は何食わぬ顔で銀行に戻り、移動に伴う引き継ぎ作業なども淡々とこなしていたそうだ。人を殺した後に、よく仕事ができるわよね。事件の発覚は、7月4日土曜日の午前9時だった。発見したのは週末ごとに二郎さんのマッサージを受けに来る、岡藤の前任の親切な富士銀行の社員だったんだ。そういえば、定期的にマッサージに来るって言ってたわね。二人の遺体を見つけた時は、びっくりしたでしょうね。岡藤が逮捕されたのは、遺体発見から4日後だ。逮捕されるのが早くてよかったわ。それだけ今回の犯行が雑だったってことだな。それにしても、今回の事件を起こした岡藤はどんな人物だったの？岡藤照光は福岡県出身だ。父親は小さな運送会社で働き、母親は酒屋を営んでいたんだ。父親が運送会社で働いていたのね。もしかしたら、そのこともあって、この事件のきっかけになった運送業者に不正融資を決めたことも考えられる？他人事ではなかったのかもな。そして中学時代はバスケット部に所属し、母親の店の手伝いもよくしていたそうだ。学生時代は親の手伝いもして、優しい青年だったのね。三人兄弟の長男で、妹と弟がいるぜ。高校は進学校の県立筑紫高校に入学し、県内でも有数の強豪ラグビー部に入部して活躍したぜ。その甲斐あって、大学はラグビーの推薦枠で福岡大学に進み、3年の時にはレギュラーの座を獲得しているんだ。優秀だったのね。
岡藤の体格は身長175センチ、体重80キログラムだったんだ。ラグビー時代は、ポジションのフロントローにしては小さいため、それをカバーするための努力を欠かさなかったそうだ。みんながサボっていても、手を抜かなかったそうだぜ。聞けば聞くほど、今回の事件を起こしそうな人には思えないわね。性格は穏やかで、ラフプレイなどもしなかったんだ。そして大学卒業の1989年4月、富士銀行に入社したぜ。それまでの大手都市銀行は、福岡大学クラスでは、まず採用されなかったそうなんだけど、バブル大量入社組の一人として採用されたんだ。そうなのね。その頃から学歴社会だったのね。でもバブルがなかったら、岡藤は富士銀行に入社していないかもしれないし、今回の事件は起きなかったかもしれないわね。そして岡藤は、融資担当として東京の竹の塚支店、文字支店、北九州支店で働いた後、1996年4月に春日部支店に移動して障害担当となったってわけだ。なるほどね。そして8月からは、福田夫婦の担当になったのね。そうだ。そして2年後に、今回の事件を起こしたってわけ。犯行後はあっけなく逮捕された岡藤だけど、逮捕後はどうなったの？逮捕後の裁判の第一審で検察側は、死刑を求刑していたんだ。1999年9月29日、浦和地裁は無期懲役を言い渡した。人を二人も殺害してるからね。犯人側は控訴するんだけど、2000年12月20日の控訴審判決でも、東京高裁は浦和地裁の判決を支持したぜ。その後犯人は上告をしなかったため、無期懲役の判決が確定したんだ。無期懲役か。まあ、そうよね。ちなみに死刑にならなかった理由として、富士銀行が多額の賠償金を支払った、こと、犯行の理由が、追い詰められた末の行動で、私利私欲の強盗殺人ではなかった、ことが挙げられたぜ。え、岡藤が起こした犯行なのに、富士銀行が多額の賠償金を払ったの？やはり社内の人間の犯行だったから、世間からの評判を落とさないために、賠償金を払ったんだろうな。なるほどね。岡藤は殺人だけではなくて、浮き菓子という不正も行ってたからね。10個目、飛田純也事件。まずは逃亡事件が発生した2018年8月12日の時点に遡るとするぜ。場所は大阪府富田林市にある富田林署の面会室だったのよね。ああ、富田林署の管轄は富田林市内と、大市町、河南町、千早赤坂村といった南河内郡なんだが、犯人の H は、当時住居侵入や強制性交、窃盗といった罪で逮捕拘留されていたんだ。ということは、それらの事件の発生場所が、富田林署の管内だったということね。さらに、この逃亡犯 H は今回の逮捕が、初めてというわけではなく、この時もわずか4ヶ月前の2018年4月に、大阪刑務所を出所したばかりだったんだ。たった4ヶ月前に出所？ということは、いわゆる累犯というわけね。ああ、それで事件当日は、今度の逮捕容疑について国選弁護士と、話し合うための面会をする日だったんだ。2018年8月12日の大阪は夏晴れの日で、最高気温は 35.7 度に達していたそうなんだ。そんなうだるような暑さも夜になり、ようやく気温30度を下回り始めた午後7時半から、署内の面会室で弁護士と打ち合わせを始めた、逃亡犯 H だったが、終了したのは、それから約2時間後の午後8時頃だったらしい。でも面会室から逃亡って変じゃない？当然ドアも窓も施錠されているんでしょ？ああ、さっきもちょっと触れたけど、警察署などから容疑者が逃走する事件は、過去にも起きているんだけど、その大半が取り調べ中や連行直後で、面会室から逃走したというケースは非常に少ないんだ。え、やっぱりそうなの？例えば2009年に茨城県警水戸署では、車上荒らし事件の容疑者の男が取り調べ中に、捜査員のお茶に隙を見て睡眠薬を放り込み、それを飲んで寝入った捜査員の横で、取り調べ室の窓の鉄格子をくぐり抜け、自分の腰縄を使って2階から、まんまと逃走したという事例があるんだ。ええ、そもそもなんで取り調べを受けてる男が、睡眠薬なんか持ってるの？これはいくつかの警察のミスが、重なっている典型的な例なんだが、一つ目に証拠品の点検の際に容疑者の、バッグ内に入っていた睡眠薬を見逃す。二つ目に、取り調べで自分のバッグを確認するように、容疑者に言った際に、直接バッグを触らせるというミスにより、容疑者が捜査員の目を盗んで、睡眠薬10錠余りを手に入れることになってしまったらしいぜ。言いたくないけど、ルールをきちんと守らずに、なあなあになっちゃってた結果って感じ？多分な。他にも2014年1月には横浜地検川崎支部で、
集団強姦などの容疑で逮捕されて送検された容疑者が、検察事務官と警察官が立ち会う中、弁護士と接見していたところ、緩めていた腰紐をほどいて、逃走したという事件も起きているんだ。大阪の事件と同じく弁護士と会っていた時に逃げたけど、場所は警察署じゃなく地検の支部内なのね。ああ、川崎支部の場合、接見室がなかったために、こうしたイレギュラーな形になったらしいな。イレギュラー？ということは、通常は弁護士との接見には立ち会いのための警察官はいないの？刑事訴訟法39条1項に定められている、弁護人の接見交通権とは、被疑者被告人と弁護士の秘密が保持できる状態、つまり、立ち会い人としての警察官などが、いない状態での接見を意味しているからな。なるほどね。それじゃ逃亡犯 H が弁護士と面会した時も、その場に警察官は立ち会ってはいないのね。ああ、富田林署では面会の手順として、弁護士には接見前に面会室の臨室の受付で面会簿に記入させ、接見を終えた後は弁護士に終了したら、署員に声をかけるよう依頼していたそうなんだ。しかしこの日、逃走犯 H は弁護士に、自分で終了したと伝えるので署員に言わなくていい、と言ったため、弁護士はそのまま帰宅したらしいな。ん？逃走犯 H の口車に乗った形になったわけね。でも面会室のドアって他に防犯対策はされていないの？実は、2007年8月に栃木県警宇都宮中央署の面会室で、殺人容疑で再逮捕された男が弁護士と接見を、面会室で首を吊って自殺したという事件が起きたんだが、この時、宇都宮中央署は接見終了に気づかず、男を結果として1時間以上一人にしてしまっていたんだ。それで誰にも阻止されることなく自殺してしまったのね。その不祥事を受けて警察庁は、各都道府県警に対策を指示、大阪府警では同年に弁護士らが面会室の扉を開けると、留置場にいる署員に音と光で知らせるセンサーを全署に設置、さらに接見終了時は署員に声をかけるよう、弁護士に依頼するというルールも決めたんだ。え？それなら逃亡犯 H の時も、そのセンサーが知らせたんじゃないの？それが、富田林署では、弁護士と容疑者の双方に面会が終われば行ってください、とお願いしているので不要と判断し、センサーから乾電池を抜いて、使用不可としていたらしいんだぜ。はぁ？何その勝手なルール変更は？事件後に大阪府警が調べたところによると、府下の全65署でセンサーの電池を、抜いていたのは富田林署だけらしいんだけど、夜間に留置場にセンサーの音が響くと、すでに就寝した他の容疑者が目を覚ますのではないかと、考慮した結果らしいと府警幹部が見解を述べていたそうだ。理由がなんであれ、運用ルールを守らなかったせいで、逃亡犯 H がまんまと警察署から逃げられたのは事実だな。それについては疑いようがないわね。ところで本題に戻ると、弁護士が立ち去った後に、逃亡犯 H は具体的にどうやって逃げたの？まずは面会室の中央にある間仕切り用の、アクリル板を足で蹴って壊し、弁護士の使用するスペースの方に移動。次に施錠させていなかった弁護士スペースのドアから、駐車場へと移動する途中に見つけた署員の、使用のスニーカーに履き替えて逃げたらしい。その間、富田林署員は誰も気づかなかったの？平日の午前9時から午後5時45分までは、臨室の受付に署員が常駐していたらしいんだが、事件の起きた2018年8月12日は日曜日で、さらに夜間帯だったため無人だったそうだ。結局、富田林署員が逃亡犯 H が逃げたことに、気づいたのは午後9時45分頃だったというから、弁護士が立ち去ってから約1時間45分後だったんだ。いやいやいや遅すぎるでしょ？そもそも面会開始が午後7時半だったよね。だよな。しかもその間、弁護士は警察署の正面玄関から、帰ったそうだし、いくら午後9時前後とはいえ、その時署内には13人も当局警官がいたそうだからな。後の逃亡犯 H の裁判で明らかになったことだが、富田林署の誘致管理係で、日田被告が逃走したその日を担当していた警官は、勤務中に禁止されている使用の携帯電話を持ち込んで、プロ野球の試合結果やアダルトサイトを閲覧していたそうなんだ。え？その間ずっと動画をチェックしていたってこと？本人の供述によれば、禁止されていることは理解していたが、勤務は自分一人だし、留置場内の他の有機者もすでに消灯時間で就寝しているので、こっそりと持ち込んで使ってもバレないと考えたらしいんだ。それで、ふと我に返って面会室を覗いてみたら、逃亡犯 H がいなかったということね。ああ、部屋は空っぽで、間仕切りのアクリル板は壊れていたそうだし、一目瞭然だったんだろうな。供述調書によると、我に返って逃げられたと叫んだ。そうだが、まさに後の祭りだったということだ。しかもその後110番したらしいぜ。警察が、警察に被疑者に逃げられたって110番？もはやギャグでしょ。
というか、ここまでの大事件を引き起こした。逃亡犯 H ってそもそもどんな男なの？逃亡犯 H は、1987年生まれで大阪府松原市の出身で、2018年の事件当時は30歳だったんだ。3人兄弟の真ん中で、小さい頃は、お調子者でやんちゃではあったものの、愛嬌もあったと近所の人は証言しているらしい。中学卒業後は大阪府藤井寺市内の、工業高校に進学したものの、バイクの改造に熱中し、挙句窃盗事件を起こして退学処分になったらしいぜ。退学になるほどの窃盗事件ということは、少年院に入ってたということかしら？その通り、両親や祖父は地元の名士で厳格な人だったらしいが、少年院を出た後も素行は一向に良くならず、しばしば警察の厄介になっていたらしいぜ。もっともそんな時は父親が、なんとか示談にならないか、と持ちかけていたこともあるらしいな。それでも一時期は、大型商業施設内にある、お好み焼き屋で働いていたこともあったようで、店のオーナーの知り合いだった芸能人夫婦と、一緒に撮った写真を自慢していたそうだぜ。へえ、でも今回の事件の前には刑務所に入ってたんだよね。ああ、厳しいながらも溺愛してくれていたという父親が、約10年ほど前に亡くなると、窃盗などの罪をより多く重ねるようになり、今回の事件の3年ほど前に、窃盗の罪で大阪刑務所に収監されていたんだが、刑務所内では6人収容の雑居房でも、率先して掃除して回るなど女才のなさを発揮していたそうだ。へえ、服役中の態度はどうだったのかしら？おとなしく、言葉遣いも丁寧で、刑務作業として取り組んでいた革細工でも、ミシン作業がうまかったらしい。休み時間には旅の本をよく借りて読んでいたらしく、今回の逃走劇にも役立ったのかもしれないな。さらに逃走犯 H は身長163センチと小柄だが、刑務所でも運動の時間には腕立て伏せや、スクワットに励み、所内の運動会のリレーでは、1位を取っていたそうだ。へえ、体力には自信があったというところかしら？刑務所仲間にはいざという時は警察から逃げるためや、と話していたらしいぜ。刑務所を2018年4月に出所した後は、仲間の家を転々とするような暮らしをしていたそうだが、5月には刑務所内で知り合いになっていた、堀氏の元を訪ねて、左のふくらはぎに、ウサギの絵の入れ墨を入れたそうだ。そういえば、今回の逃走劇のきっかけとなった、逮捕は何の容疑だったの？仲間内には家電の窃盗が得意と吹聴していた。逃走犯 H だが、4月の出所後は性的暴行やひったくり、窃盗を繰り返していたらしいぜ。関与が疑われた事件だけでも40件近くに及び、被害者は漏れなく10代から20代の若い女性ばかりだったそうだ。小柄な逃走犯 H でも容易に支配下に置ける、相手ばかりを狙うなんて、本当に愚劣な男だわ。さて、話を2018年8月12日午後8時過ぎに戻そうか。監視の隙をついて逃げ出した逃亡犯 H の姿は、まず午後8時半頃に赤い自転車で北上する姿が、富田林署付近の防犯カメラで捉えられていたんだ。8時半というと、署内ではまだ逃走に気づかれていない頃ね。その後、直線距離で約12キロほど離れた、松原市内にある逃走犯 H の実家近くで、午前0時頃に黒のミニバイクが盗まれているんだが、これは H の仕業とみられ、このバイクで連続4件ほどのひったくり事件を、起こして軍資金を手に入れ、ついで隣接する、羽曳野市で自転車を手に入れると、中央環状線を西に向かって移動したそうだ。ちなみに大阪府警が逃走犯 H の逃亡を発表したのは、午前0時55分頃だったんだぜ。そんな、相手は若い女性ばかりを狙う暴行犯じゃないの？もっと早くに注意喚起できなかったの？だよな、いくら夏休み中とはいえ、部活動などで、登下校する女子学生もいるだろうし、普段より人気の少ない校内に潜む可能性だってあっただろうに。しかも当初大阪府警は南に逃げたとして、富田林署を含む大阪府南部にのみ緊急配備を敷いたらしく、松原市内でバイクが盗まれた後、大阪市浪速区内でひったくり事件が相次いだ頃には、そのあたりはノーマークで、北部エリアの警察署に知らせが入ったのは、翌朝だったらしいぜ。はぁ、ダメダメじゃん、そんなの。どうせ徒歩やし、すぐ捕まるやろと思ってたというからな。しかも松原市内でひったくった女性のカバンは、大阪市内に捨てられていたが、中に入っていたスマホは、別の場所に駐車されていた、トラックの荷台で発見されているんだ。警察が GPS で自分の居場所を突き止めようとすると、見越した逃走犯 H の作戦だったと見られているんだぜ。犯人の方が1枚も2枚も上手だなんて、めまいがするわ。さらに大阪府警が府民向けの防犯メール配信サービスで、逃亡犯 H が性的暴行などの容疑者であるということを、
踏まえての注意喚起をしたのが、約9時間後の翌13日朝だったんだ。やることなすこと、ごてごてごて大阪府警が右往左往していた8月14日頃、逃走犯 H は兵庫県尼崎市内に住む知人の家に立ち寄って、メモを残していることが判明しているんだぜ。メモ？どんな内容なの？知人と連絡を取りたかったのか、知人の携帯電話番号を教えてほしい、ということと、敵には知らせないでほしいと書かれていたそうだ。敵ってそれ、警察のことよね？実はこの知人 A さんは、府警に当初から、立ち寄る可能性があるとしてマークされていたんだ。しかし、メモを逃亡犯 H が残していったことは、警察も当初掴んでおらず、8月下旬になって A さんから知らされて初めて知ったそうだ。この時、結局は A さんと連絡を取ることができなかった。逃走犯 H は、自転車でさらに西に向かったんだ。その頃、大阪府警の捜査はどうなっていたのかしら？連日3000人体制で、大阪市内の繁華街や実家など、少しでも逃走犯 H の土地勘のありそうなところを、しらみつぶしに当たっていたんだぜ。何せこの頃の大阪府警が最も恐れていた。シナリオの一つが、焼けになった逃走犯 H が性的暴行事件、あるいは人命に関わる事件を引き起こすことだったそうだからな。というのも逃走犯 H がこれまでに引き起こした、性的暴行事件では、被害者が抵抗できなくなるように、刃物を首元に突きつけることが多く、本人も刑務所仲間に、気に入った女を見つけると何時間でも追いかけたり、家の前で待ち続ける、女を刃物や言葉で脅して、相手が動けなくなってから、暴行するのが最高だ、とか語っていたらしいからな。何が最高だー。ひょっとこ顔の鬼畜の癖しやがってー。おい霊夢、正気を保て、暴言吐くなよ。ああ、お聞き苦しい点がありましたことをお詫びいたします。で、逃走犯 H の足取りに戻ると、この頃は万引きをしたり、ひったくりで手にした金で購入したバーナーで、海岸で取ってきた柿やサザエを、焼いたりして食いつないでいたらしい。一方、大阪府警は8月16日、逃走犯 H の左ふくらはぎにある、ウサギの入れ墨のイメージ図を公開。ついで8月19日には、逃走犯 H が変装して、逃げているものと仮定して8パターンに変化させた、似顔絵と左耳にある数個の傷の情報を公開したんだ。なるほどね。それでより情報が集まることを期待したわけね。一方逃走犯 H は、23日頃には広島まで移動し、島並海道で四国へ向かう姿が防犯カメラに捉えられていたんだ。しかし、大阪府警は逃走犯 H は、野宿できるタイプではなく、実家や知人宅などに、助けを求めるだろうと判断。変装の可能性を助走にまで広げて、繁華街を調べ回っていたらしい。ま、蓋を開けてみれば全てが無楽だったわけね。さて四国に渡った逃走犯 H は翌8月24日、愛媛県庁の自転車新聞化推進課を訪問して、自転車で日本一周をしている。おすすめのルートはどこかと質問。職員から愛媛県内のサイクリングロードを記した地図をもらい、さらに日本一周用のプレートが欲しいと依頼。愛媛県のゆるキャラみきゃんが印刷された紙に、日本一周中と印字してもらった上で、それをラミネート加工してもらったそうだ。と厚かましいにも程があるな。翌25日には、香川県観音寺市内の道の駅で、それはあなたの自転車ですか？と自転車旅の男性に、声をかけて、数日間行動を共にしているんだ。以降を遍路を装ってお接待を受けたりしながら、香川県から高知県へ移動。8月30日には一人で行動していた時に高知県須崎市で、高知県警から職質も受けたらしい。職質を受けてバレなかったの？夜間テントを張っている時に声をかけられたらしく、遍路しているというと、この辺りは暗いので気をつけてください、と言われただけだったそうだ。しかしこの同じ8月30日、大阪市内では、逃走犯 H を追う大阪府警によって、大きな事故が起きてしまっているんだ。大きな事故？ざっくり言うと大阪市西区の路上で、府警のパトカーに追跡されていたバイクが、バス停の支柱に衝突。バイクを運転していた17歳の男子高校生が、頭などを強く打って死亡したんだ。府警の追跡から逃れようとしたということ？この時逃走犯 H と目鼻立ちの似た黒いバイクに乗った男を見た、という通報を受けた府警は、特徴がよく似たバイクを発見、停止を呼びかけたものの、U ターンして逃走したため追跡したということらしい。この高校生は後に無免許で乗っていたバイクは、盗難車だったことが判明、それを受けて府警は追跡行為は適正だったと考えている、とコメントを出したんだ。しかし、この事故を目撃したという府民からは、逃走犯 H さえ逃げてなかったら、死ぬほどのことはなかったんかもしれへん、と話していたらしいぜ。確かに、それは一理あるかもね。高知での職質も難なく切り抜けた逃走犯 H は、9月2日には大胆にも再び愛媛県庁を、
訪れて感謝の意を示したそうだ。翌9月3日には、広島県三原市で観音寺市であった、自転車旅の男性と再び合流し、呉市、広島市と旅を続けた後、9月13日には山口県岩国市に移動したんだが、この間、呉市では大和ミュージアム、広島市では原爆ドーム、岩国では錦帯橋などを訪れているんだぜ。まるっきりツーリングを楽しんでる普通の旅行者じゃん。9月18日から26日の間は山口県周防大島に滞在し、仕事を辞めて日本一周していると話すなど地元の人とも交流を持ち、道の駅サザンセと東亜の支配人が Facebook に投稿するための写真を撮影させてくれというと快諾し、わざわざサングラスを外し、カメラ目線で、ただいま自転車にて日本一周中というボードを持って写真に収まったそうだぜ。もうここまで来ると大胆というより、自分は捕まらないと確信していたのかと疑いたくもなる感じよ。9月28日には山口県上関町に移動し、ここで弁当を盗む姿が防犯カメラに捉えられているんだが、翌29日、山口県周南市に移動したところ、今度は道の駅ソレイネ周南で万引きしているところを、女性の私服警備員に見とがめられて、事務所に連れて行かれたところ抵抗する素振りを見せたため、山口県警に通報され、駆けつけた警察により、逃亡犯 H と確認されて逮捕されたんだ。ついに逮捕されたわけだけど、結局逃亡は何日間に及んだのかしら？逃走は49日間、およそ1000キロの大移動だったんだが、逮捕された時の逃走犯 H の持ち金は280円で、乗っていたのは脱走当日の8月12日に、大阪府羽曳野市で盗まれた白いスポーツタイプの自転車だったそうだ。その自転車に積まれていた荷物はテントや寝袋、煮炊き用のキャンプ用品など約100点にも上ったそうだ。100点もの荷物を、つまりそれってほぼ全部盗んだり、盗んだお金で買ったりしたものなのよね。ちなみに逃走犯 H が逮捕された時、一緒にいた自転車旅の男性は H のことを、よく喋る男で鬱陶しかった、と話していたんだが、実はこの男性の乗っていた自転車も、和歌山県内で放置されていたものを、盗んで乗っていたということだったそうだ。どういうオチよ、それ。さて大阪に戻った逃走犯 H の裁判員裁判は、2020年6月8日に大阪地裁堺支部で始まったんだが、H は合計21の事件で起訴され、堺支部ではそのうち18件について裁判官だけで審理し、すでに2020年5月に17件を有罪としたんだ。そして逃走前に犯したとされる強盗致傷罪などの、残り3件を裁判員裁判で審理することになったんだが、その過程で逃走犯 H はなんとも人を食ったような、証言を繰り返したらしいぜ。人を食ったような証言？富田林署からの逃走については、アクリル板は知らない人が入ってきて、気がついたら外れてた、と証言し、強制性交や窃盗については、与田相馬の仕業と話していたそうだぜ。与田相馬、誰それ？逃走犯 H によると窃盗や強制性交事件の直前に知り合い、自分に背格好が似ていたそうだが、ま、架空の人物だ。名前を後ろから呼んだらま、嘘だよになるんだからな。完全に舐められてるわね。結果、一審は懲役17年の判決を下したんだが、逃走犯 H は大阪高裁に控訴。しかし2021年7月5日、大阪高裁は一審大阪地裁堺支部判決を支持し、弁護側の控訴を棄却、その後最高裁に上告したものの、2022年3月29日、最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役17年の判決が確定したんだぜ。逃走犯 H によって心身ともに深い傷を負った。被害者の女性たちのことを思うと、ようやく正義がなされたというべきね。まったくだな。11個目、山本博子事件。それで、どんな事件だったの？まずは事件の概要から解説するぜ。お願いするわ。はじめに断っておくけど、戦後初めて、死刑を執行された女性衆は、日本核事件の小林薫だぜ。ということは？戦後初めて、死刑判決が確定したのが、この事件の犯人である山本博子なんだ。そうなのね。博子はいつ頃、死刑執行されたの？まあ、その辺はおいおいと解説するぜ。わかったわ。1949年6月、兵庫県観音村の山本博子当時34歳は、借金の返済に困り、村内に住む女性69歳を釜で殺害、物を取り火を放って逃走したんだ。兵庫県観音村って、聞いたことないわ。観音村は現在の姫路市にあたるな。戦後間もなく、昭和24年に今の姫路市で起きた事件なのね。ああ、この事件が戦後初の女性死刑囚を生むことになるぜ。
ヒロコは大正4年1915年兵庫県菅野村に生まれたんだ。もともと、菅野村が地元だったのね。私生児だったヒロコだったけど、結婚前は三味線やオルガン、舞踊などをたしなみ、看護婦の職を持った職業婦人でもあったんだ。私生児でも、貧困生活って感じじゃないわね。その後、見合いで婿養子をもらい、看護婦を辞め家庭に入るんだ。ふむ。私生児だったのに、お婿さんをもらったのね。しかし、この結婚からヒロコの人生は大きく変わっていくんだ。事件の元凶は旦那さんだったわけね。夫は病弱だったが7人の子供に恵まれ、うち3人は幼児期に死亡、4人は元気に成長していったんだ。その時代って、子沢山だったって言うわよね。4人兄弟は当たり前かもね。しかし生来病弱で怠け者だった夫は、全く働こうとはしなかったぜ。え？もしかしてほとんど、紐、状態だったのかしら。病弱を口実に、婿に入ってやったんだから養ってもらうのは当然や、とばかりの態度だったそうだ。そんなバカな。一家の大黒柱がそんなことじゃ困るわよね。時代は太平洋戦争末期で、その間一家の家計を一手に背負ったのはヒロコだったんだ。旦那は病弱だったから、徴兵もされなかったのね。やがて終戦を迎えたけど、戦争が終わっても、生活は一向に楽にはならないばかりか、さらに困窮を極めたそうだ。子供も大きくなって、生活費もかさむからね。夫の病気は一向に良くならず、ヒロコは苦しい家計をたった一人で支えるため、近所の農家を手伝ったり、米どころの岡山と大阪界隈を重い米を背負って行き来する、いわゆる、担ぎ屋、という商売を始めたんだ。担ぎ屋？女性でその仕事はきつくないのかしら？そりゃきついぜ。山裾にある農家から一頭、多い時は二頭の米を運ぶというのは、女性にとっては楽な仕事ではなかったからな。そりゃそうよね。男性でもしんどい仕事よね。1949年春、ヒロコは岡山のとある農家から玄米二頭借り、それを元手に商売をしようとしたんだ。その商売はうまくいったの？いや、その米も自分たちが食べる分に回り始めてしまったんだ。まあ、そうなるわよね。その農家の人も、しばらくは返済を催促しなかったけど、次第に返済を迫るようになったぜ。みんな必死の時代だったろうからね。家族6人の生活を維持するだけでいっぱいいっぱいな山本家にとって、そんな金額は最初からとても返せるようなものではなく、家財道具や質草になりそうなもので、食いつないできたけど、限界が近づいてきたんだ。食べ盛りのお子さん4人と病弱の旦那を抱えていたら、そうなるわよね。当然、借金の全額返済などできるはずもなかった。そりゃあ、無理ゲーだわね。自宅には返済を求める使いの人がやってくるようになり、病気で寝ている夫に、仮病だ、と言ったりしたそうだ。仮病とまではいかずとも、怠け者だったことは確かだからね。山本家は米も分けてもらえなくなり、ヒロコの父の出も悪くなり、末っ子の夜泣きもひどくなっていったぜ。血のみ後は、待ったなしだもんね。生活は荒れる一方だったのね。ヒロコは意味もなく子供を折檻するようになり、さらに診察料を滞納していたから、夫を見る意思もよりつかなくなったんだ。金の切れ目が縁の切れ目。山本家がこの先どうなるのか、ヒロコは途方に暮れ、追い込まれていったんだ。1949年6月9日、自宅に帰ってきたヒロコは、今日も借金返済の催促があったことを夫から知らされたそうだ。電話もない時代だから、借金の取り立ても直接来るわよね。この日の夜、前にも金を借りたことのある近くの A さん71歳の家に借金に行ったんだ。わらにもすがる思いだったろうね。だけど、応対をしたのが A さんでなく、妻 B 子さん69歳の方だったんだ。わ、悪い予感しかしないわ。普段から、鬼ババア、と陰口を叩かれているこの妻は、気性の激しい人物だったぜ。うん。それで？この時もヒロコの申し出に対して、拒絶し思い切り罵倒したそうだ。追い詰めちゃダメだってば。午前1時半、釜を手にしたヒロコは再び A さん宅を訪れたぜ。そんな真夜中に、A さんの方は結核闘病中のため、1階で就寝していて、B 子さんは2階で寝ていて、ヒロコの気配に気づかないほど熟睡していたんだ。ヒロコは室内を物色していたが、B 子さんが動いたような気がして、ヒロコはとっさに釜を振り落としたんだ。ついにやっちゃったか。何度も何度も釜を振り落とし、B 子さんが絶命したのを確認したぜ。恨み骨髄に徹していたからね。凄惨な犯行現場よね。それからヒロコはわずか5分の間にタンスの衣類119点を引っ張り出し、それを大風呂敷に包んで、さらに金庫から1万8000円を奪ったんだ。恐ろしい手際の良さね。1万8000円って当時は大金よね。さらに犯行の発覚を恐れて、新聞紙を丸めて火をつけ、そばにあったベンジンを撒いたため、炎は天井まで届きそうな勢いで燃え広がり、ヒロコは現場から逃走したぜ。
証拠隠滅ってわけね。1階で寝ていた A さんは、一旦は救助を拒否したらしいんだけど、その後無事救出されたんだ。え？なんで拒否したの？ああ、その3日後に病死したから、死期を悟っていたのかもしれないな。それと亡くなる直前まで、あれは自分の犯行だ、というようなことも言っていたらしいんだ。え？それも不可解よね。ヒロコが私生児だった話はしたよな。実は、この A さんがジップではないかと思っており、A さんの方もそれを認めているような節があったんだ。なるほど。それで合点が言ったわ。妻の B さんもそれを咎めていたのかもしれないわね。A さんはヒロコをよく目にかけてくれたし、ヒロコも何かと病気の A さんの世話をしていたぜ。そうなのね。あ、でも犯行時、その A さんが1階で寝ていることを知りながら、なぜヒロコは放火したのかしら？その辺は謎だよな。現場近くでヒロコらしい人物がいるのを目撃した人がいたことや、ヒロコが大金を持って例の農家に借金の返済に行ったこと、被害者がお札に番号を振っていたことなどが判明し、事件の2日後にヒロコは逮捕されたぜ。それでヒロコには、どんな判決が下ったの？同年12月26日、神戸地裁姫路支部において、求刑通り死刑が言い渡されたぜ。残忍極まりない犯行だからね。一人殺害でも死刑になってしまうか。それに対してヒロコは、私が、どんなに悪い女であっても、広い世界であの子供たちにとって、私ほど良い母親はありません。こう思う母の心を哀れとおぼしめして、せめて刑務所から子供たちの将来を見守らせてください。公序名嘆願書をつけて控訴したんだ。それでどうなったの？これに同情した大阪高裁宮田裁判長は、友人の曽川弁護士を国選弁護人に選任したんだ。高裁の裁判長が？それはすごいことよね。だけど1950年7月、大阪高裁は控訴を棄却したぜ。やっぱりダメだったのね。1951年7月10日、上告を棄却、ここで死刑確定。これにより山本博子は、戦後では第1号の女性死刑囚となったぜ。こうした経緯で、山本博子は死刑囚になったのね。死刑囚となった博子は死刑を覚悟して、浄土真宗の門徒となり、俳句を読んだりするなど、模範囚として過ごしていたぜ。宗教に俳句か、心穏やかに過ごしていたのね。俳句に没頭し、こう思って作った作品が多く、それは1000句に及んでいるぜ。どんな俳句を読んだの？食台に汗の指もてこの中句、入学の子母を忘れてくればよし、こんな句が残っているぜ。母側がこう思う俳句なのね。1953年から顕著な異常言動が現れ、みんな私に電波を出してくださいます、など、意味不明なことを喋り出したんだ。あら？壊れちゃったのかしら？それまでは模範囚だったヒロコだが、尻滅裂な行動も増えた。刑事訴訟法第479条第1項に基づき、一時死刑執行停止となったんだ。そんな法律もあるのね。そんな中、法務省はヒロコの特別恩赦の検討開始し、遺族の許しを得ようと打診するものの、遺族は堅くなに拒否したんだよ。遺族側からすれば当然のことよね。1960年代後半になっても遺族の拒否は変わらず、1969年、当時の法務大臣である西郷吉之助が、前年に廃案となった再審特例法案の代わりとして、GHQ 占領下で起訴された死刑確定事件6件7名に対して、恩赦は慎重に検討する、ことを言及、中央厚生保護審査会が受刑者の恩赦の検討を行ったんだ。え？西郷さんって、ひょっとして？ああ、西郷吉之助は、西郷隆盛の嫡男である、西郷虎太郎の三男、つまり隆盛の孫にあたるな。やっぱり？西郷どんのお子孫が、こんなところに登場するのね。中央厚生保護審査会は、犯行当時、夫と子供が生活に苦しんでおり、動機に同情すべき点があること、犯行に対して反省する気持ちが強いこと、抗菌性精神病にかかっていることなどを理由に恩赦を決定し、1969年9月2日、山本博子は無期懲役に減刑となり、八王子医療刑務所に移送されたぜ。きっと、世論の後押しもあったんだろうね。その後、1972年に和歌山刑務所に移送されたが、結核を患い、奈良県大和郡山市の国立療養所に収容されたんだ。え？確か、ヒロコの父親と思われる A さんも結核だったわよね？ああ、これも何かの因果なのかもな。なるほどね。事件から30年近くが経った1978年3月4日、山本博子は病没。享年62歳だったぜ。人生の半分近くを獄中で過ごしたわけね。ヒロコは死刑執行を免れて、この間戦後の女性死刑囚では、ホテルに本格事件の小林香が第一号として執行されたということだぜ。なるほど。こういう経緯で、戦後女性死刑囚1号と死刑執行1号が異なる人物になるのね。
12個目、悪魔の市役所殺人事件。この事件は1991年7月12日に発生したもので、現場となった筑波大学で助教授を務めてた五十嵐一さんが、筑波キャンパス人文社会学系A棟7階のエレベーターホールで、刺殺されているのを発見されたというものだ。大学の助教授をしてた人がキャンパスの中で殺害されたの？わざわざそんな目立つ場所で犯行を行うなんて、なんだか変な感じね。詳しくは後で触れるぜ。司法解剖の結果、五十嵐さんは前日である、11日の午後10時頃から12日の午前2時頃までの間に殺害されたということが判明した。この時期はちょうど夏休みでキャンパス内の学生の数も少なかったんだが、深夜に行われたことで人気はさらに少ない状態だったんだ。確かにその時間帯なら他の教授とかがいたとしても、キャンパス内の人気はかなり少ないわね。刺殺っていう話だったけど、凶器とかはわかってるの？残念ながら凶器は見つかってないんだ。ただ、遺体の首には左に2箇所、右に1箇所の傷があったんだが、どっちも頸動脈を切断するほどの深さだったんだ。しかも右側の胸や腹にも3箇所の刺し傷があって、一部の傷は肝臓にまで達していたそうだ。かなり強い殺意を持って行われた犯行みたいね。五十嵐さんはそんなに恨みを買うような人だったの？五十嵐さんは大学内で人気のあった助教授だったらしく、彼の講義には300人もの生徒が常に入ってるほどだったんだ。生徒からも人気みたいだし、とても殺されるような人には思えないわね。ああ、そこで関係してくるのが、五十嵐さんが翻訳した、悪魔の死、っていう小説なんだ。小説の翻訳をしたから殺害されたっていうの？この小説は1988年に発表されたもので、もともとイスラム教徒だった無神論者のイギリス人作家サルマン・ラシュディさんが、ムハンマドの生涯を書いたというものなんだ。かなり評価の高い作品なんだが、一部ではかなり物議を呼んだんだ。内容が誰かを馬鹿にするようなものだったのかしら。それで怒りを買ってしまったとか、細かく話すとわかりにくくなるから省くが、現代の出来事や人物に強く関連付けられた内容が、ムスリム社会では冒涜的だと受け取られてしまったんだ。それが理由で激しい反発を生むことになった。でも五十嵐さんはあくまで翻訳をしただけなんでしょ？別に作者の人も悪くはないけど、五十嵐さんはもっと悪くないんじゃないの？確かに五十嵐さんは別に犯罪を犯したわけでもないし、殺害されるような理由が本来あったわけじゃない。でもイスラム教の人たちからすれば、この本の出版や翻訳は自分たちが信じる宗教を冒涜することに等しいものだったんだ。じゃあ、その小説の出版をよく思わなかった誰かが、五十嵐さんを殺害したのかしら？いや、正確にはイランそのものが、出版に関係した人たちを殺すように、宣言したっていう表現の方が正しいかもしれない。どういうこと？1989年2月14日にイランの最高指導者であるルーホッラー・ホメイニーが、著者のラシュディさんや発行に関わった人物などに対する死刑宣告を行ったんだ。そこまで怒ってたのね。でも仮にそういう宣言がされたとしても、わざわざ外国まで出向いて、人を殺したりするのかしら？捕まる可能性だってあるし、リスキーすぎるんじゃない？実はこの宣言通りに関係者を殺害した人物には、懸賞金が支払われることになってたんだ。その値段は日本円に換算すると3億7000万円ほどだった。3億？確かにそれだけの懸賞金が本当にもらえるとなったら、殺人罪で捕まるぐらいのことをする人は出るかもしれないわね。この時点でかなり危険な状態だったわけだが、おそらく決め手になったのは1989年2月に日本外国特派員協会で行われた、出版記念記者会見だと思うぜ。この時に五十嵐さんと日本版出版社のパルマジャンニさんが、パキスタン人の男に襲撃されたんだ。やっぱりイスラム教的にはそれだけのタブーだったのね。これを受けてパルマさんは言論と表現活動の自由を主張したんだが、会場に来てた在日パキスタン協会のライース市議会長が、パルマさんに対して死刑宣告を行ったんだ。それが理由で五十嵐さんも狙われるようになったのかしら。ここからは、現場に残されてた証拠やその他の情報から、犯人がどんな人物だったのかについて触れていこうと思うぜ。かなり残忍な方法で殺害されたみたいだし、強い恨みを持ってるイスラム教の人の可能性が高いわよね。実際その可能性が一番高くて、中東問題に詳しい評論家の平島秀夫さんは、処刑であることは、殺され方を見れば歴然ですよ。日本人なら担当で一突きという方法を取るのに、この場合は喉首を切られてるでしょ。イスラム式の殺し方ですね、と語ってるんだ。殺害方法で断定するのは少し早計な気もするけど、襲撃事件があったから完全には否定しにくいわね。何かわかりやすい証拠みたいなものはなかったの？
現場からは、大型の血痕や、犯人のものと思われる 27.5 センチの中国製カンフーシューズの足跡が見つかってるんだ。その血痕は五十嵐さんのものじゃないの？いや、どうやら五十嵐さんの血液型とは一致してないみたいなんだ。だから犯人の血痕だと考えられてるみたいだぜ。もしそうなら犯人は、五十嵐さんと揉み合いになったりして負傷したのかしら。犯人のものと断定できてないからわからないが、少なくともその場所で五十嵐さん以外の誰かが負傷したのは間違いないな。足跡が残ってたって話だけど、それを辿ったりはできなかったの？一応途中までは犯人の動向がわかってたんだ。犯人は五十嵐さん殺害後、エレベーターは使わずに階段で3階まで降りた後に、非常階段から逃走してるみたいなんだが、そこからどう逃げたのかは不明らしい。でも誰かが殺害したのは事実なわけだし、ある程度は誰がやったのかわかるんじゃないの？人によって見解は様々なんだが、シーア派イスラーム教徒によって殺害されたっていう見方が一般的になってるぜ。ただ、CIA の元職員であるケネス・ポラックさんによると、イスラム革命防衛隊の対外工作テロ活動などを行う、特殊部隊、ゴドス軍、による犯行ではないかとされてるんだ。エレベーターホールで殺害されたのも、見せしめのためと考えられている。わざと目立つ場所で殺害した可能性があるのね。確かに懸賞金まで出てるわけだし、犯人にとっては事件を目立たせた方がその証明になるのね。他にも、週刊文春、1998年4月30日号には、治安当局が、容疑者を特定していた極秘報告書を入手したとしてて、それによると事件当時、東京入国管理局は筑波大学に短期留学してた、バングラデシュ人学生を容疑者としてマークしてたらしいんだ。大学なら留学生として日本に来てる人もいるでしょうし、学生なら大学にいても誰にも違和感を持たれないわね。その情報が本当なら捜査がされたんじゃないの？それがこの学生は、五十嵐さんの遺体発見当日の昼過ぎに、成田から帰国してるみたいなんだ。これを受けてイスラム諸国との関係悪化を恐れた日本政府の意向で捜査は打ち切られたらしい。確かに国の最高指導者が死刑宣告をして、それが通ってしまうような状況になってるわけだし、それ以上の捜査は危険って考えるのもわかるわ。もちろん、だからといって殺人犯を見逃していい理由にはならないけど、もちろん文春が掴んだっていう、その情報の信頼性がどれほどのものかわからないからなんとも言えないが、もしかすると五十嵐さんは、自分が殺害されることを想定してたかもしれないんだ。何か記録でも残ってたの？捜査中に学内の五十嵐さんの机の引き出しから、殺害数週間前に書かれたと思われるメモが発見されたんだ。そこには壇ノ浦の戦いに関する4行詩が日本語とフランス語で書かれてたんだが、4行目の、壇ノ浦で殺される、っていう日本語の段落に対して、フランス語で、階段の裏で殺される、と書かれてたみたいなんだ。確かになんだか不自然なメモね。でもこれだと犯人を特定することはできないし、五十嵐さんも誰に殺害されるかまではわからなかったみたいに見えるわ。もちろん、このメモが事件とは無関係の可能性もある。ただ、五十嵐さんは目の前で死刑宣告が下される瞬間を見てたわけだから、自分が襲われる危険性を理解してたのは確かだぜ。翻訳した五十嵐さんも関係者としてカウントされてたのはわかってたでしょうし、何らかの襲撃がまた起こるかもとは考えてたかもしれないわね。こうして捜査打ち切りになってしまったこの事件だが、本件に関するその後について話しておこう。五十嵐さんは殺害されてしまったわけだけど、もし他の国で翻訳したりしたら、今度はその国でも同じような事件が起こるんじゃないの？霊夢が予想してる通り、その後もイタリアやノルウェーでも翻訳者が襲撃される事件が起こったんだ。幸いそっちは重傷で済んだんだが、1993年にトルコ語翻訳者の集会が襲撃された際には、37人もの人が亡くなってるんだぜ。とんでもない事件になってるわね。最初に下された死刑宣告は、撤回したりはできないの？イランとしてもこんな状態が続いたら、他の国との関係が悪化するだけだと思うんだけど、そこが一番厄介なところで、ホメイニーによる死刑宣告は、イスラム法の解釈であるファトワーとして宣告されてるんだ。ファトワーって何？ファトワーは、イスラム教でイスラム法学に基づいて発令される勧告、布告、見解、祭壇のことだ。これは発した本人にしか撤回ができないっていう決まりがあるんだ。じゃあ、ホメイニーは、悪魔の死の出版や翻訳をずっと許さなかったわけね。いや、問題になったファトワーが撤回されなかったのは、ホメイニーが1989年6月3日に心臓発作で亡くなったからなんだ。これのせいで、誰も撤回できる人間がいなくなってしまったんだ。亡くなったから撤回できないのね。じゃあ今でもその死刑宣告は継続してる状態ってこと？一応1998年にイラン大統領のモハンマド・ハータミーによって、ファトワーを撤回することはできないが、
今後一切関与せず懸賞金も支持しないっていう立場が表明されたんだ。さすがにそれを支持しますって言ってたら、国交関係が悪化しかねないしね。そして事件から15年後の2006年7月11日に、犯人不明のまま殺人罪の公訴時効が成立して未解決事件になってしまったぜ。あれ？でも確か、犯人が国外に逃げてる可能性がある場合は、公訴時効は成立しないんじゃなかったっけ？その通りだ。本来この事件は外国人犯人説が有力で、犯人が国外に逃げてる可能性が高いから公訴時効の成立はありえないはずなんだ。ただ、結局茨城県警は証拠品として、保管してた五十嵐さんの遺品を遺族に返還し、公訴時効成立としたんだ。やっぱりイランとの関係性の悪化を恐れて、それ以上の捜査はしないようにって指示があったのかしら？完全に憶測になってしまうからそれについては不明だが、本来なら公訴時効が成立しなかったはずの事件なのに、なぜか成立してるのは確かだな。なんだかモヤモヤしてしまう幕引きね。犯人不明のまま時効になってしまったこの事件だが、一部の見解では、五十嵐さん殺害は防ごうと思えば防げたかもしれないらしいんだ。どういうこと？事件前に五十嵐さんの周囲で何か怪しい動きでもあったとか？いや、問題視されたのは五十嵐さんの行動なんだ。五十嵐さんは襲撃があった記者会見の時に、悪魔の死は、文学的価値が素晴らしいので、翻訳する、って発言していたらしいぜ。その言葉には特に問題があるようには見えないわよ。そう感じるかもしれないが、イスラム教信者からすれば、自分たちの信じる宗教を冒涜するような内容なのは変わりないんだ。たとえその小説が文学的にどれだけ優れてたとしても、イスラム教にはその意見は通用しなかったんだ。じゃあ、やっぱり初めから、翻訳はしない方が良かったのかしら。少なくとも、悪魔の死に関わってなければ、殺害されるようなことはなかったかもしれない。五十嵐さんは、在日パキスタン人協会の市議会長からの死刑宣告を、ただの脅しとして取ってた可能性もあるぜ。日本だと、あんまり宗教関係で冒涜されたから、殺害するっていう事例は少ないものね。そういう風に目の前で言われても、実感が湧かなかったのかもしれないわ。ああ。しかも五十嵐さんは警察の保護を断ってるんだ。悪魔の死の作者であるサルマン・ラシュディさんは、イギリス警察に厳重に保護されて今でもご存命だ。だからもし、五十嵐さんが警察の保護を断ってなければ、助かったんじゃないかと言われてるんだ。作者さんの方はまだ生きてらっしゃるのね。五十嵐さんは悪いことをしたわけではないんだけど、せめて警察の保護だけは受けておくべきだったのかもしれないわね。13個目、群馬パチンコ店員連続殺人事件。まず最初に事件が起こったのは、2003年2月23日、群馬県伊勢崎市山王町のパチンコ店、パーラーマリーンの店員をしてた根本恒久さんが、コンビニに買い物に出かけた際に、犯人である高根沢智明と小野川光則に声をかけられたんだ。犯人は二人組だったのね。なんと言って根本さんに声をかけたのかしら？そこについては判明してないんだが、高根沢は元パチンコ店の店員で、根本さんとは元同僚という関係にあったんだ。だからなのか、根本さんは誘われるままに小野川の車に乗せられてしまった。元同僚なら関係性にもよるけど、そこまで警戒はされないかもしれないわね。その後、根本さんを瀬田郡宮城村の山林に連れ込んだ二人は、根本さんの首をロープで絞めて殺害したんだ。急展開すぎない。根本さんは何か二人から恨みを買うようなことでもあったの？いや、この犯行は遊ぶための金を手に入れることが目的だったんだ。根本さんの遺体をトランクに積み込んだ二人は、午前3時頃に伊勢崎市に戻って、根本さんが持ってた鍵を使い、警備システムを解除した状態でパチンコ店に侵入した。この時に盗まれたのは売上金300万円だった。かなり身勝手な犯行ね。それに根本さんから金品を奪おうとしたんじゃなくて、あくまで店舗の方が狙いだったのね。そうして現金を盗んだ二人は、埼玉県行田市北原の福川水門まで根本さんの遺体を運ぶと、午前4時頃に福川に投げて遺棄したぜ。わざわざ埼玉の方まで行って遺棄したみたいだし、なるべく発覚が遅れるようにしたのね。根本さんの遺体はちゃんと見つかったの？ああ。同年3月18日午前11時40分頃に福川の、サス鍋排水門、付近で発見されているぜ。ちなみに伊勢崎で盗まれた金はすべて500円硬貨と5000円札だったんだが、小野川が500円硬貨を太田市内の複数の銀行で1万円札に両替し、高根沢と150万円ずつ折半したそうだ。そっか。銀行に持っていけば両替してもらえるのよね。折半しても150万もあれば、結構長い間遊べるんじゃないかしら。
それが二人は1ヶ月ほどで、遊興費などで使い果たしてしまったらしい。そしてそれもあって、また二人は犯行を行うことにしたんだ。そういえば、連続殺人事件ってタイトルについてたわね。次に事件が起こったのは同年の4月1日午前2時頃。普段から通ってた群馬県太田市浜野町のパチンコ店、タイガージャンボ、駐車場で、そこの店員である石橋誠さんを襲ったんだ。石橋さんは知り合いではなかったの？そういった情報はないから、根本さんとは違って赤の他人だったと思うぜ。そうして車内に石橋さんを連れ込むと藤薬庫線橋高架下に車を止め、車内でロープを使って首を絞めて、石橋さんを殺害した。この時に石橋さんの財布に入ってた現金11万円と店の合鍵が盗まれた。根本さんの時と同じやり方をしてるのね。合鍵も取られたみたいだし、今回も現金を盗まれてしまったの？いや、確かに店舗への侵入は成功したみたいなんだが、金庫の解錠ができなくて、売上金の窃盗には失敗したらしい。そっちのお店は売上を盗まれなくて済んだのね。その後、遺体は根本さん同様に行田市の福川水門から福川に遺棄された。石橋さんの遺体は、3日後の4月4日午前10時30分頃に、埼玉県警行田警察署員によって発見されたぜ。発見場所は、根本さんの遺体発見場所から約400メートル上流だったそうだ。遺棄する場所も同じところを選んだのね。警察は根本さんの事件の方はもう捜査してたのよね？もちろんだ。ただ発見された根本さんの遺体は腐乱が激しい状態で、死因が特定されてなかったんだ。ただ石橋さんの遺体が発見されたことによって捜査が進展した。同じ場所から遺体が発見されたわけだし、同一犯って考えられたのかもしれないわね。ああ、埼玉県警と群馬県警の合同捜査本部が、根本さんの交友関係を中心に捜査を進めると、捜査線上に高根沢が浮上したんだ。そしてこれが決め手になって、2003年7月20日に、根本さんの死体遺棄容疑で二人は逮捕されたぜ。やっぱり元同僚だったし、捜査線上に出てくるのは当たり前よね。ここで少しだけ事件当時の高根沢と小野川について説明するぜ。まずこの二人は当時36歳と25歳で、二人ともパチンコを通じて知り合った仲だったんだ。結構年齢が離れてたのね。パチンコ仲間だったから、よく知ってる店舗を標的にしたのかしら。パチンコ仲間なのもそうなんだが、実はこの二人も、パチンコ店で働いてた同僚だったんだ。二人が同僚だったのは7年前の1996年だ。その時にもう根本さんと知り合ってたの？いや、その時に働いてた店舗には根本さんはいなかった。高根沢が最初の事件の店に勤務していたのは1998年2月から9月で、根本さんとはこの時に知り合ったみたいだ。そうだったのね。でも元同僚って話だったし、事件が起きた時には二人とも違う場所で働いてたのよね。ああ。事件当時、小野川はコンビニ店員をしてたんだが、高根沢は職に就いてない状態で、しかも借金をしてたんだ。その借金はどうしてしちゃってたのかしら？そこについては不明だが、借金は約150万円あったらしい。ちょうど、最初に盗んで分配した金額と同じ額ね。偶然そうなるように300万円を盗んだのかはわからないけど、少なくとも高根沢は借金もあって、金銭面に問題を抱えてたことになるわね。ここからは裁判について解説していくぜ。まず2003年11月4日に、埼玉地裁での初公判が行われて、高根沢と小野川は、間違いありません、と起訴事実を認めたんだ。そこで否認したりはしなかったのね。素直に認めた方が刑が軽く済むこともあるからな。ただ、検察側は冒頭陳述で、二人は別のパチンコ店従業員も殺害しようと計画したが、失敗に終わってたことを明らかにしたんだ。まあ二人も同じ手順で殺害してるわけだし、捕まらなかったら同じことを繰り返しててもおかしくないわね。それを受けて高根沢の弁護人は、最初の事件について、死因は窒息死だが、川で窒息死した可能性がある、として、死体遺棄罪について無罪を主張したんだ。そして小野川の弁護人は、高根沢被告が計画から最後まで主導し、小野川被告は従属的だった、と主張したぜ。なるほど。川に投げ込んだ段階ではまだ生きてて、直接殺害したわけじゃないし、遺棄じゃないっていう風にしたいのね。だが当然、その意見は通らなかった。2004年3月5日の論告で、検察側は犯行の動機について、自らが享楽的な生活をするための金を手に入れることのみ、と指摘し、顕著な残忍性、冷酷性を有し、反社会的性格は極めて危険で、もはや改善構成は不可能、と語った。そうね。お金目的で人を二人も殺害した上に、現金まで盗んでるわけだし、それだけのことをしておいて、さっきの話は筋が通らないと思うわ。
それに関してなんだが、2004年3月25日に裁判長が、首の骨が折れていることや、呼吸をしていないことを確認していることなど、息する前にすでに死亡していたことを示すものばかり、と発言してるんだ。つまり高根沢の弁護人の主張は、遺体の状態を見るに通らないってことだ。死因は窒息だったって話だし、もし弁護人の主張が正しいなら、首の骨が折れたことが死因になってるはずだものね。それに水で窒息死したなら、肺の中から水とか見つかるでしょうし。私は専門家じゃないから例外もあるかもしれないが、少なくとも今回の事件では、間違いなく高根沢と小野川の二人が、ロープで絞め殺したことが証明されたから、それだけの痕跡が残ってたんだろうな。小野川側の主張は何と言われたの？小野川の主張については、いとも安易に犯行に加担し、石橋さんについては積極的に犯行を計画し、主体的に犯行を遂行しており、両被告の刑事責任に差はない、としたぜ。もともと同じ場所で働いてて金銭目的でやったわけだし、主導したか従属したかは関係ないのは当然ね。そして裁判長は、わずか2ヶ月の間に2度も殺害を繰り返した極悪非道な犯行、反規範的人格態度はもはや強制不可能と言わざるを得ない、と語ったらしい。捕まってなかったら同じことをやってた可能性があるし、裁判長のこの発言は正しいと思うわ。高根沢と小野川はこの判決に納得したの？まず高根沢について話すが、本来高根沢の控訴審第1回公判が2005年7月13日に予定されてたんだが、高根沢が出廷を拒否して控訴も取り下げたんだ。意外ね。もう少しあがくのかと思ってたわ。弁護人曰く、この時の高根沢は、死んでお詫びしたい。裁判を続けても結果が見えている、って話してて、不安定な状態だったらしいんだ。精神的に追い詰められてて、もう諦めてたのね。一応弁護側は、被告は正常な判断ができない状態で控訴を取り下げており、無効、と主張して公判の続行を求めたそうだ。これを受けて東京高裁は、弁護側と検察側双方の意見を聞いて検討したそうだが、2005年11月30日に控訴取り下げを有効と判断して、訴訟終了を決定したんだ。証拠とか痕跡が残ってたんでしょうし、それに高根沢自身がもう諦めて取り下げてる以上、控訴審は必要ないって考えたのかもしれないわね。これに弁護側は特別抗告をしたんだが、最高裁第二小法廷は、2006年6月6日に弁護人の特別抗告を棄却する決定を下したんだ。これによって高根沢は死刑が確定し、東京拘置所に収監されることになったぜ。弁護側としては無罪にしたり減刑してもらうのが仕事だし、高根沢が諦めててもそこまで粘ったんでしょうね。でも内容が内容だし、本人が認めてるからさすがに無理だったみたいね。次に小野川の控訴審だが、そこで小野川被告は、共犯者の高根沢智明死刑囚が主導し、恐れから追証しただけ。死刑は不当、と主張したんだ。あくまで小野川側は、その主張を貫く方針なのね。ただ、この主張に対して裁判長は、被害者の首に自らロープを巻きつけ、二人で引っ張り合って殺害するなど、積極的に犯行を遂行し、利得も公平に分けている、として退けたんだ。確かに300万円を山分けしてたし、それで怖かったから従っただけっていうのは通らないわね。さらに裁判長は、定職にもつかず、大金目当ての動機に酌量すべきものはない、と指摘し、犯行はいずれも残忍、悪質、凶悪な事件を犯しながら恐れや反省もなく、間もなく同種の事件を犯したことは許しがたい所要、死刑をもって望むのもやむを得ない、と述べたそうだ。小野川は高根沢と違って少しでも軽い刑になろうと思ってたみたいだけど、かなり悪質な犯行だったし、心証も相当悪かったみたいね。しかしこれでも納得しなかった小野川は、2009年3月31日の最高裁弁論で、犯行は高根沢死刑囚が主導しており、死刑は重すぎる、と主張したんだ。まあ確かに最初の犯行は、高根沢の元同僚である根本さんが狙われたわけだし、高根沢がいなければ犯行ができなかったっていう考え方も、できると言えばできるのかしら。仮にそうだとしても、小野川が二度も殺人を行ったことは変わらない。2009年6月9日に開かれた判決公判で、裁判長は高根沢死刑囚が主導的役割と認めた上で、二人の命を奪った結果は重大。ロープで首を絞めた殺害方法は残忍極まりない。実行行為に積極的に加担し、主体的に犯行を遂行した。奪った現金も折半している。金欲しさから最初の事件を起こし、金を手に入れるという狂気に使い、次の事件を敢行したという経緯や動機に組むべき点はない。と述べ、小野川の上告は棄却されたぜ。それじゃあ、小野川の判決も決まったのね。ああ、小野川も高根沢と同様に死刑判決が下され、東京拘置所に収監された。
罪状は強盗殺人、死体遺棄、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂だった。仮に死刑にならなくても、二人も殺害してる上にこれだけの罪状があるなら、刑は相当なものになったでしょうね。こうして死刑判決が下された高根沢と小野川だが、死刑が執行されたのは二人とも2021年12月21日で、高根沢は去年54歳、小野川は去年44歳だった。ちなみに小野川は死刑執行時、二度目の再審請求中だったそうだ。同じ日に死刑が執行されたのね。犯人が死刑になったわけだし、当時は結構話題になったんじゃないの？それがこの事件はそれほど話題にならなくて、高根沢と小野川の生い立ちや家族関係は愚か、顔写真すら報道されなかったんだ。生い立ちと家族関係はともかくとして、顔写真すら出ないっていうのはなんだか変な感じね。仮に写真が出なくても、逮捕されて連行される時の顔とかが撮影されてたりしそうなのに、これについてなんだが、二人が逮捕された直後に、隣の埼玉県熊谷市で元暴力団陰謀型秀樹による、熊谷男女4人殺傷事件が発生したことが原因なんだ。そっちの事件の方が話題になったってこと？ああ、長くなるから詳細は省くが、そっちの事件の方が衝撃的だったこともあってか、この事件はあまりメディアに取り上げられなかったんだ。殺人事件に重いも軽いもないけど、世間的にはそっちの事件の方が興味深かったのかもしれないわね。それと二人が死刑を執行された日は2019年以来2年ぶりで、別の事件である加古川7人殺害事件の犯人だった。藤代康孝も同時に死刑が執行されたらしいぜ。死刑って、死刑囚には執行日が知らされないらしいけど、他の事件の犯人と同日に執行されることもあるのね。そうして、細かい境遇などがわからないまま死刑が執行された二人だが、小野川だけはあるものを残してたんだ。あるもの？獄中の死刑囚が自ら投稿して発行してる、ユニテのぞみ、っていう機関紙があるんだが、小野川はこの機関紙の2015年5月号の表紙イラストを担当したんだ。そういうものがあるのは知らなかったわ。別にだからどうだというわけでもないんだが、他の大事件の裏に隠れてしまったこの事件の犯人たちに関連してる、唯一の現存する情報と言えるな。それを聞くと、ちゃんとこの事件も報道してほしかったわね。もう一つの事件の方が世間の関心は大きかったのかもしれないけど。以上が、群馬パチンコ店員連続殺人事件、だ。ただ普通に働いてただけなのに、殺害されて駅までされるなんてひどい事件だったわ。躊躇することもなくこういった事件を起こしたわけだからな。検察が言ってたようにまた別の計画も立ててたみたいだし、多分逮捕されない限り辞めることはなかっただろうな。小野川の方は一応コンビニで働いてたのに事件を起こしたわけだものね。お金があろうとなかろうと、同じ事件を起こした可能性もあるわ。実際に高根沢と小野川の間でどういったやり取りがあったのかは今となっては不明だが、いずれにしても身勝手な理由で人を殺害した行為は、許されるものじゃない。司法の判断は正しかったと思うぜ。パチンコやギャンブルをするのはいいけど、お金に困るレベルでやるくらいならしっかり真っ当な手段で、稼げるようになってからにしてほしかったわね。というわけで、今回は、群馬パチンコ店員連続殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。